乱育次郎向き1「遍辟な村はずれの丘にはいつの間にか華やかな幕をたくさんつるした旧ごしらへの小屋がけができて極東極馬団の名がかけられ競争な陣太とひょろひょろと空気を伝わるフリュートの音に村人は老いも若きも しばし強烈な色彩と音楽とスリルを狂楽しまたいつの間にか曲ばんがほかへ流れていってもしばらくはふと白い流れ雲の中に少年や少女のくびれた死体を思い出すのであるとても華やかなその空気の中にもやっぱり小さな悩める虫がいるのだの二。<laughs> 馬鹿そんなことができねえのかマけめメ親方はやひな言葉でそう怒鳴ると手に持った革のムチで床をビシビシ殴りつけながら黒吉をぐっとにらみつけるのだったまだいたいけない少年の黒吉は恐ろしさにおどおどして「すみませんすみません」せんそんなことをつぶやくように言うと ぼろぼろに裂けた肉地盤の肩の辺りをさすりながら氷のように冷たい床の上にまた不器用な体つきでごろんごろんと幾度も逆立ちをやり直していたひもじさと恐ろしさと苦痛と寒気とそしてほかの座員の嘲笑とがもう毎度のことだったが黒吉の身の回りにひしひしと迫って思わずほろほろとこぼした血のような涙が 荒削りの床に黒い斑点を残して音もなく染み込んでいったここは極東局馬団の楽屋裏だった逆立ちの下手な不器用な黒吉はここの少年座員なのだ「カラス黒吉」というのが彼の名前だったしかしこれは舞台だけの芸名かそれとも本当の名前かおそらくこれは字面から見て 親方が勝手につけた名前に違いないが本名となると彼自身はもちろんのこと親方だってはっきり知っているかどうか疑わしいものだった黒吉自身の記憶といっては極めてぼんやりしたものだったけれど痛ましいことにはそれはいつもこの局場団の片隅の衣装戸棚から始まっていたそれで彼が物心のついた時からは 彼の記憶が始まった時からはいつも周囲には悲壮な人たとくしゃくしゃになったあくどい色の衣装とそしてそれらを込めた安おしろいのにおいや汗のしみた肉自慢のムッとした周期が重なり合って彩っていたこうした大敗的な雰囲気の中にいつも絶えない座員館のあつれきと華やかな底によどむひがんだ青黒い空気とは 幼い黒吉の心から跡形もなく朗らかさをむしり取ってしまったそして後に残った陰鬱な日陰の虫のような少年の心に世の中というものを一風変わった方向からのみ見つめさせていた彼は用のない時にはいつも太い丸太が荒縄で雲の巣のように縦横無尽に張り回されている薄暗い楽屋の隅で 何かぼんんやり考え込んでいた。それは少年らしくもない憂鬱なめめしい姿だった黒吉は明らかに他の同輩の少年たちから「おいこっちへ来いよ!」と声をかけられるのを恐れているように見えたしかしそれは単に彼の器具にすぎなかった ほかの少年座員たちは誰もこの憂鬱な顔をした芸の不器用だそして親方に覚えのよくない黒吉と進んで遊ぼうというものはなかったそれは恐ろしい団長への気兼ねもあったろうがむしろ彼らは黒吉の方から話しかけても決して色よい返事はしないように思われた結局黒吉はそれをいいことにして ぽつねんと小屋の隅に忘れられたままたった一つ彼に残されたオアシスである他愛もない空想にふけっていた憂鬱な少年黒吉が何を考えているのかその前に彼がなぜ親方の覚えが悪いのだろうかということを言わなければならない。 それは彼の憂鬱性にも重大な影響のあることだから黒吉はどう見ても親方のお気に入りとは思えなかったそれはもちろん彼が芸の未熟な不器用だったことも確かにその原因の一つだったけれど他の大きな原因は彼が醜い要望だという先天的な不運に災いされていたのだった男の子の要望が そんなにも幼い心を虐げるものだろうかいかにも舞台の上で生活する者にとって顔の美醜は非常に大きなハンデキャップなのだ彼の同輩の愛くるしい少年が舞台でどうしたはずみかすとんと尻もちをついたとしたら観客は「まあかわいそうにあら赤くなってこっちを見てるわ」 まるでまさみさんみたいねえそう言ってかわいい美少年は失敗をしたためにかえって観客の人気を得るのだけれどそれに引き換えて醜い顔立ちを持った黒吉が舞台でそれと同じような失敗をしても観客は何の遠慮もなくこのぎこちない少年の未熟さをあざ笑うのだったこの観客にさえ笑われる黒吉は もちろん親方にとってどんなにまぬけなごくつぶしに見えたかは十分想像ができるのだったしたがって黒吉に対する親方の仕打ちがどんなものだったかも「僕は芸が下手なんだ僕は醜い男なんだ」うす暗い小屋の片隅で一人ぽつんと考え込んでいる黒吉は楽しい空想どころか。 彼の幼い心にはこの2つの子どもらしくもない大脳がいつも吹きすさんでいるのだったそしてそれは彼の心の底へ少年らしい甘えた気持ちをひたおしに内向してしまって彼をなお一層陰気にするほかなんの役にも立たなかった冷たい冷たい胸の中に熱いものはただ一つ涙だけだった そうした雰囲気の中に閉じ込められたカラス黒吉が進捗に伸びるはずはなかったそして青白いゆがんだ心を持った少年がここに一人精製されていった世の中の少年や少女たちが危機として小学校に通い詰めた頃だろうかもちろん黒吉にはそんな恵まれた生活は遠く想像の外だった しかしこのころから黒吉は同輩の幼い座員の中でも少年と少女とを異なった目で見るようになってきた「何」というはっきりした相違はないのだが女の子にバカにされた時には不思議に男の子に罵られたような憤りは感じなかったのだむしろ「いっそあの手でぶたれたら」と思うと 何かぞくぞくとした喜びに似た気持ちを感じるのだこれが何であるか黒吉は次第にその姿をはっきり見るようになってきた安おしろいのにおいと汗ばんだ大衆とそして ペラペラなあくどい,い色の衣装がぞうきんのようになげちらかされたこの大敗的な曲ばたんの楽屋で、部別の中に育てられた陰気な少年のゆがんだ心には、もう、ませた女の子への不思議な執着がじくじくと燃えてきたのだ。そして、それをなお一層かきたてるような出来事が起こった。それは、 やっと敷地に小屋がけも住んでいよいよ明日から公開という前の日だった団長は例の通り小難しい顔をして小屋がけの監督をしていたがそれが終わってしまうとさも大仕事をしたというような顔をして他のお気に入りの幹部たちと一緒にどこか遊びに出て行った団長の遊びに行くのを見送ってしまうと他の年重な座員や の係の者のなどもようやく伸び伸びとして思い思いの雑談に高笑いを立てていたがひょうきん者の戦士が自分の役であるピエロの舞台着を調べながらおい、おやじが言ったぜ、おれの方も行こうもこか。ちょうどそれが合図でもあったかのように急に話し声が高くなったおおたまには一杯やらなくちゃ。 チェたまにはとはよくも言いやがった。あしたがあるんだ。大丈夫かなあに少しはやらなくちゃ続かねえよ。嫌ならよせよ。嫌じゃねえよ。はっはっはうるせえなあといかにもうれしそうにガヤガヤしゃべりながら、それでも大急ぎで支度をして町の中に解放されていった。そしていつか。 このがらんとした小屋の中には布団係の源氏じいさんと子供の座員だけがポツンポツンと取り残されていた子供の座員は外出を禁じられていたそれはもちろん脱走に備えたものだったその見張りの役が今は老いぼれてしまったが昔はこの一座を背負って立った源次郎じじいなのだ結局幼い彼らは 小屋の中でてんでんに遊ぶしかたがなかった男の子は男同士で舞台を駆け回り女の子は女らしく固まって縄跳びをしていたそして黒吉は相変わらず小屋の隅にポツンと一人だったしかしいつになく黒吉の目は何か一心に見つめているようだ この憂鬱なおどおどした少年が一生懸命に見ているものは何だろう誰でも彼の平成を知っている者がこの様子に気づいたならばちょっと首をかしげたにそういないそして何気なくこの少年の視線を追ってみたならばあるいはハッと目を伏せたかもしれないのだ黒吉のちょうど目の前では少女の座員たちが ををてびしていた。しかし彼の見ているのはそれではなかったこの少女たちが勢いよく自分のせいくらいもある縄を飛んでトンと降りるとその瞬間アッパッパのスカートは風を受けて乱れそこからのぞくのはふっくりとした白いももだった当やそこらの少年が こんなものを、息を殺して見つめているのだろうか。そう考えると、極めて不快な感じの前に、何かさむざむとした恐ろしさを覚えるのだ。しかし、なおそればかりではなかった。2この憂鬱な少年の心を、根底からぐずぐずと揺り動かした、 あのふっくりとした白い桃が、絶え間なく彼の頭の中に大きな渦を巻いて押し流れていたやがてその心の渦がようやく静まってくるとその渦の中から浮かび上がってきたのはこの一座の花形少女岸田陽子の顔だ,っただがそれと同時に黒吉はいきなり打ちのめされたような激しい不快な気持ちを感じた。 ち俺がいくらようちゃんと遊ぼったってダメだい俺は芸が下手くそなんだそれにあんなきれいなようちゃんが俺みたいな汚いことを遊んでくれるもんかだがこの少年の心の底へしっかり焼きつけられたようちゃんへの不思議な執着はそんなことぐらいではびくともしなかったむしろ ダメだと思えば思うほど余計にいきなり大声で怒鳴ってみたいような焦燥を嫌がうえにもあおり立てているのだこのころから彼のそぶりは少しずつ変わってきたようだったそれはよく気をつけてみたならば相変わらず小屋の片隅に独りぼっちでいる黒吉の目が妙な光を持ってきたのに気がついたろう。 そしてその時は彼の視線の先に必ず幼い花形の陽子が愛くるしい姿をして飛び回っていたのだ陽子はまだ黒吉と同じように遠くらいだったが顔はきれいだし芸はうまいし自由な小鳥のように朗らかであの気難しい団長にすらこの上もなくかわいがられていたから彼女だけは十分幸福なように見えた。 そしてもちろんこの陰気な醜い黒吉が自分の一挙一動をなめるように見つめているとは気づかなかったろう黒吉自身は彼女が自分のことなど気にかけてもいないということがいたしかゆしの気持ちだった無論彼女に「こっちへいらっしゃいよ」とでも声をかけられたらどんなにうれしいことだろう ししかしその反面「だらしがないのねあんたなんか大嫌いよ」と言われはしまいかと思うと彼女に話しかけるどころか洋子が何気なくこっちを見てさえ「俺を笑うんじゃないか?」こうした感じが脈管の中を火のように逆流するのだそれでつと目を伏せてしまうからだった 黒吉は自分でさえこのひねくれた気持ちを知りながらなお陽子への愛母とともにどうしても脱ぎ去ることができなかった思い出したようににぎやかな神太が四季島マーチを一通り済ますと続いてカチューシャを始めたフリュートの音がそろそろと青空に消えるとその合間合間に干からびた木戸版の呼び込みが座員の心をも 何かそわそわさせるように響いてきた。さあ、ようちゃんの出番だよ。ほら、もう私なの？忙しいわ。急いで急いで。よう子は慌てておせんべいを一口かじると衣装部屋を飛び出していった。ちょうど通り合わせた。黒吉はちらりとそれを見ると何を思ったのか？その食べかけのせんべいを。そっと いかににも大事そうっって行った。洋子が食いかけて放り出していったせんべいをそっと拾ってきた黒吉は座員たちがこってりとおしろいを塗った顔を蒸気させながら忙しそうに話し合っているところを知らん顔して通り抜けると小屋の片隅の座布団が山のように積み上げられてある影へ来た。 黒吉は経験で舞台が始まるとこんなところにはめったに人が来ないことを知っていたそれでも注意深く辺りに人けのないことを見すますとこそこそと体をかがめながら今にも崩れそうに積み上げられた座布団の隙間へ潜り込んでいったその隙間はいかにも窮屈だったが妙にぬくぬくとした弾力があって何か懐かしいもののようであった黒吉は やっとほっとした落ち着きを味わいながらあのせんべいのかけらを持ち帰るとそれがさも大切な宝石でもあるかのようにそーっと手のひらにのせてみた「これがようちゃんの食いかけだな」そう思うとつい頬の緩むうれしさを感じた「大事に大事に取っておきたいような」 と抱きしめたいような。黒吉は十分幸福を味わってもういっぺんしみじみと薄い光の中でそれを見つめたこうしてよく見ると気のせいかそのひとかけのせんべいはいくらか湿っているように思えた気をつけて触ってみると確かに食いかけのところがちょっと湿っていたようちゃんのつばきかな 黒吉の小さい心臓はこの思わぬめっけ者にガクガクと震えた彼はいくら少年だとはいえ無論んこんなひとっかけのせんべいを食べたいばかりに拾ってきたのではなかった黒吉には陽子の食べかけというところにこのせんべいがいくからっともあるダイヤモンドにも見えたのだしかし触ってみると このかけらは湿っている。ようちゃんのつばきだなその瞬間黒吉の頭には衣装部屋でう子が忙しそうにこのせんべいを加えていた光景とそれに続いてクローズアップされた彼女のあのかわいい口とがありありと浮かんだそれと一緒に彼は思わずゴクンと硬いつばを飲んだ黒吉は 怪しく目を光らせながら辺りを盗み見るとやがて意を決したようにその陽子の椿で湿ったに違いないせんべいのかけらをそっと唇に近づけたしょっぱいなこれはもちろん塩せんべいの味だったろうだが黒吉の手はなぜかブルブルと震えた彼の 少年らしくもない深い影を持った顔はいつか熱っぽく蒸気し激しく心臓から投げ出される血潮はこめかみをひくひくと波打たせていたそしてもう手のひらにベトベトと溶けてしまったせんべいのかけらからなおも洋子のにおいを嗅ぎ出そうと全てを忘れてペロペロとなめ続けていた「こら何をしているんだ黒子」。 はっと気がつくと布団の山の向こうから源次郎じいの怒りを含んだけげんな顔がのぞいていた出番じゃねえかぐずぐずしてるとまたひどいぞうん黒吉は瞬間親方の顔を思い出してぴょこんと飛び起きたそしてベタベタと粘る手のひらを肉じゅんにこすりこすり 慌てて楽屋の方へかけて行った。2-3。黒騎士は命ぜられた。いろいろの曲芸をしながらも、頭の中はいつも洋子のことでいっぱいだった。一度でいいからよう。ちゃんとしみじみ話したい。これが彼の歪められた。心に湧いてきた。 たたた。っっつのみだ彼がもっと朗らかな普通の子供であったならばいつも同じ小屋にいる陽子だものそんなことは造作なく実現したに違いないしかしそれにしては黒吉はあまりに陰気なひねくれた少年だったというのも彼の暗い周囲がそうさせたのだがそして ませた洋子への執着がせききれなくなったときに彼が見つけたのはあのせんべいのかけらが生んだ恐ろしいエクスタシーだった一度こうした刷毛口を見つけた彼の心がそのまま止まるはずはなかったむしろ津波のようにその刷毛口に向かって殺到していったのだ彼はそっと人のいないのを見すまして衣装部屋に潜り込み 陽子のちっちゃい肉自慢にしゅうわくな顔をうずめていたこともあったそのおしろいのにおいと大衆のムンムンするにおいが彼自身にめまいをさえ伴った疼水感を与えるのだそしてふとその肉自慢にヨ子のおかっぱの髪が23本ついていたのを見つけるとその大発見に狂気しながら注意深くつまみ上げて白い髪に包むと あり合わせの鉛筆でう子ちゃんの髪の毛そんな文句を下手くそな字でたどたどしく書きつけもう一度上からさすってみたからそれを肌身深くしまい込んでしまったこうした彼の悪癖がますます募っていったことはその後洋子の持ち物がちょいちょいなくなるようになったことでも十分想像ができた。 亡くなるといってももちろん大した品物を極馬団の少女が持っているわけはなかったからもうすり減った真っ黒く油足の跡がついた下駄の一方だとか毛の抜けてしまった竹の葉用うだとかそういったごくくだらないものだったそれで「取られた」という気持ちを陽子自身ですら感じなかったのは彼にとってはもっけの幸いだった。 しかしこれらのくだらない噴出物が黒吉にとってどんなに貴重なものだったかはまた容易に想像できるのだここまでは黒吉少年の心に発光したわびしいしかし必要な彼一人だけの胸の中の恋だっただがここにう子が嵐を伴奏にして とと現実の舞台へししようとしている。極東極馬団は町から町、盛り場から盛り場を人の目を楽しませながら流れ移っていたそしてある田舎町に敷地を借りようやく声がけも終わったとほとんど同時に朝から首をかしげていた空模様が一時に崩れて大粒の雨が不気味な風を含んでポタリポタリ落ちてきたかと思うと もう死のつくような豪雨に変わっていた団長らは早々に宿屋に引き上げてしまったが子供の座院や下っ端の座院などは経費の関係でいつもこの小屋に泊まることを言い渡されていた子供らの方ではこれは当然だと思っていたしまた団長がいないということでかえって喜んでいたようでもあったしかしこの急ごしらえの小屋が この廃然と降る豪雨に無事なはずはなく雨漏りを避けて逃げ回った末やっと楽屋の隅でひとかたまりになって横になることができたのはもうだいぶん夜がふけてからだった黒吉は目をつぶってようやく小降りになってきたらしい雨の音を聞いているともう肩を並べた隣からはかすかな寝息さえ聞こえてきたそれと同時に黒吉は 何かドキンとしたものを感じた。隣に寝ているのは。ようちゃんじゃないか。二の四。瞬間、黒吉は。自分の頭がシーンと澄み切っていくのを感じた。果たして。隣で寝ているのは。ようちゃん。だろうか。 それはもちろん第六感とでもいうのかごく曖昧なものだったがあの騒ぎでみんなごたごたに寝てしまったのだから全然ありえないことでもないのだそう思うと隣と接した肩の辺りが熱っぽく暑苦しいようにさえ感じたそして心臓はその鼓動とともに胸の中いっぱいに広がっていった 黒吉は思い切って起き上がり顔を覗き見たい衝動を感じた辺りは真っ暗だがよく気をつけて覗き込めば顔の判別がつかるというほどでもないように思われた彼はそーっと薄い布団のへりへ手をかけただが「待て待て陽ちゃんならばこんなに素晴らしいことはない」けれども こんなにぎっしり寝ているところでごそごそ起きたらどうかすると彼女は目を覚ますかもしれないそれだけならいいが目を覚まして俺が覗き込んでいたことを知ったらきっと陽ちゃんは真っ赤になってこの醜い俺を罵りどこか遠くへ寝床を変えてしまうに違いないんだそんなバカなことをするよりたとえ短くとも夜が明けるまで こうしよーちゃんのふくよかな肩の感触を欲しいままにした方がどれほど気が利いていることか黒吉の心の中の内気な反面がこうささやいた彼は布団にかけた手をまた静かに戻してしまうと今度は全身の注意をひそかに砕いて彼女の方へぴったりすり寄っていったそして ぬくもりに混じった彼女の穏やかな心臓の響きを肩の辺りに聞いていたふと冷たい風を感じていつの間にかつぶっていた目を開けてみると辺りにはごくうっすらと日がさしているのに気がついたもうう。けかな。いつのまに寝てしまったんだろうそれと一緒に思わずガクンと体の震えるような 悔しさに似た後悔を感じた。をじうちゃんは黒吉はまずそれが心がかりだったのでぐっと首を回して隣を確かめようとしたおや彼の目に入ったのは洋子より先に金と澄み切ったとがった月の半分だった急ごしらへの小屋の天幕は夕方の大嵐に吹きまくられてぽっかり夜空に口を開け ちょうどそこから乗り出すように月がのぞき込み地底のようにしんとよどんだ小屋の中にしらじらとした絹糸のような光をまいているのだ嵐のあとの月はものすごいまでにさえざえとしていたまだ夜中だ黒吉はほっと心配を吐き捨てた彼の隣には陽子が いかにも寝苦しそうに寝ていたさっきは確かに陽子だとは断言できなかったが今ではごく淡い光ではあったがその中でもだんだん目の慣れるに従って黒吉にははっきり陽子の姿が映ってきた黒吉は意を決したように半身を布団から投げ出し月の光を遮らないように音のしないように そっと彼女の顔をのぞき込んだ目の下には月の光を受けていつもより青白く見えるう子の幼い顔が少しばかり口さえ開け寝入っていたもう少し月の光が強かったらこのぼうぼうとしたおかっぱの髪の毛が黄金のように光るだろうと思えたまた襟足の洗い落としたおしろいが この幼いう子の寝姿を少年の心にもひとしおいじらしく見せていたしばらくぼんやりとその夢のようにかすんだう子の顔を見つめていた黒吉はごくんとかたいつばを喉へ通すとその薄く開かれた唇から寝息でも聞こうとするのか顔を次第次第に近づけていったなぜか 彼の唇はガサガササに乾いていてた。やがてこの弱々しい月光の下で二つの小さな頭の影が一つになってしまうと彼は陽子の方についている小さな愛嬌袋が自分の方をもへこますのを感じた二の五。 黒吉の唇に感じた陽子の唇の感触はぬくぬくとして弾力に富んだはんぺんのようだった妙な連想だけれど事実彼の経験ではこれが一番よく似ていたのだただ唯一違ったところそれは非常に違ったところがあるのだが残念ながらそれを言い表す言葉を知らなかった彼はそう と腕の力を抜こうとした途端に膝の下の羽目板が鈍い音を立てた造作の悪い掛け小屋なのでちょっとした重みの加減でも板がきしむのだシーンとしたあたりと針のように尖った彼の神経にそれが幾層倍にも拡大されて響き渡った黒吉の心臓は瞬間ドキンと音がして止まったようだった 慌てて顔を上げた彼の目の下で洋子は悪い夢でも見たのか喉を鳴らすと寝返りを打って向こうを向いてしまった目を覚ましたかな黒吉は思い切り息を深くしながら洋子の墨のような後ろ向きの寝姿を見守ったいや大丈夫だ寝返りをした洋子は 幸い目を覚まさなかったと見えてすぐまたかすかな寝息が聞こえてきた彼はようやくほっと熱い息を吐くと唇に触ってみながら青黒い辺りを見回していた翌日は昨夜の嵐に引き換えどこまでも澄んだ青空が訪れた黒吉はゆうべの偶然な出来事を一人半数して楽しもうと 小屋の丸太を伝えなががら上がって行った。てっぺんまで行って首を出したと同時に目に入ったのはちょうど真向こうの水蒸気を含んで輝いている森の姿だったきれいなもんだなあけれど胸の端をちょいと横切ったのは陽子だったその瞬間このの少年には、陽子の方が、 もっと生々しい美を持っているように思えた森なんかそうつぶやくと一緒に彼は耳元で話しかけられて思わず丸太をつかんだ腕がビクッと震えた今まで人に話しかけられていいことなんかほとんどなかったから森なんか何だっていうの黒ちゃん黒吉は返事ができなかった いつ来たのか、目の前には陽子が立っているのだそれに今までクロちゃんなんて優しく呼ばれたことは誰からもただの一回もないのだから何を考えてんのよ。陽子は暖かい日の中で愛らしく笑っていた森見てたんだ。 クロキチは彼女の顔をまともに見ることができなかった。そして足の先をごそごそ動かしながらぶっきらぼうにこう言った。「まあ森を見てたの？あんた詩人ね。」このかわいいヨマセさんはどこで覚えたのかこんなことを言った。クロキチは返事が考えつかなかった。 んにきれいだからううん森なんかきらいだいきみのほうがきれいじゃないかまあようこはいかにも女の子らしく喜んで大きな目を分けただけど俺は汚いからなあ遊んでくれる 彼は少しずつ口がきけるようになった遊ぶとも洋子は時々乱暴な言葉を使ったクロちゃんはおとなしいから好きよゆうべだってえっ知ってんのクロ吉は思わずビクッとした2の6。 驚かなくったっていいじゃないの私だって接吻初めてよ黒吉は顔がカーッとほてるのを感じたそしてこの遠くらいの幼い少女がこんなことをわけつけに言うのかと思うとこの愛らしい姿の中に悪魔が宿っているのではないかと思われたいかにすさんだ周囲の中に育ったからとはいえ 恐ろしいことだった。いつ来たの？ここへ。彼は返事に困ってこんなことを言った。あんたが上がっているのを見たから、すぐ後から来たのよ。なんか言おう？うん、言うなんかないわ。あんた変な人ね。あたしが嫌いなの？それならなぜあんなことしたの？ 違う違うよ。俺ようちゃんが好きなんだよ。だけどどうもどう？もうまく喋れないんだ。これは黒吉の本音だった。まあいいわ。ここに座りましょう。洋子は黒吉に席を分けると、2人は並んで屋根組の丸太に腰をかけた。人が見たらば、局和団の子供が。 ひなたぼっこをしているくらいにしか見えなかったろうゆうべあたししってたのよようこはなぜかしつようだったじゃあどうして寝たふりしてたのだってあの虫みたいなあらごめんなさいみんなあんたのことそういうのよすみでちいさくなってるからだけどあたしすきになっちゃったわ。 あんたが。黒吉は彼女の口から「虫」という嫌なあだ名を聞くと苦渋を飲まされたような気がして黙ってしまっただからいいことを教えてあげるわ洋子はそう言って垂らした足をブラブラ揺らし始めたその度に洋子のふくふくとした肩がいくらか硬くなった黒吉の体に触れた彼は そやわらかい感触に得体の知れぬうごめきを受けまたゆうべの夢が生々しくよみがえってくるのを感じたそして苦渋は軽く気圧していったいいことって何さ陽子はなおも足を振り続けたあるいは恋にと思われるほど体と体が激しくぶつかることもあった その度に黒吉の硬くなった心は音もなく解けていくのだいいことってねあんた芸が下手じゃダメよ親方には嫌われるしみんなはバカにするし洋子は姉さんのようなことを言ったうんだからあたしいいこと聞いたのあんた本当に一生懸命やるつもりやって やるともようちゃんと一緒にやるのかい？いいえ、一緒じゃないわ。けど、とっても難しい。芸なの？今は誰もしないわ。千に源次郎おじいさんが若い時にやったきりですって。それができりゃ親方だって。大事にするわ。うん。本当にできたら。2人でしましょうか？ おに頼んで。ああ、そうしよう出なきゃつまんないやでもどんなことだい黒吉はすっかり朗らかになっていた昨日までのジメジメとした気持ちをいかにも少年らしくすっぽりと脱ぎ捨ててしまって太陽のように笑いたい気持ちだった下では健次郎じいが ゆうべの雨でぬれてしまった座布団を干しながらふと上を見上げると小屋の屋根で少女花形のようこと虫とが楽しそうに話し合ったり手を握り合ったりしているのを見つけてけげんな顔をしていた、3. 源次郎じいが最初に感じたけげんはやがて一座の全員に たたった一人洋子だけを除いて広がっていった虫とあだなされた陰気な芸の不器用なカラス黒吉がまるで生まれ変わったように夢中になって暇さえあれば曲芸の稽古を始めたのだそれはいかにも驚くべき変化だったおどおどとしためめしい黒吉が少年本来の快活を取り戻したのだろうか それにしてもその稽古はあまりに激烈な血のにじむようなものだった黒吉の少年らしくまだ潤んだ目は雲の巣のような血脈に蒸気し硬く食いしばられた唇からは今にも鮮血がたらたらとしたたりはしないかと危ぶまれた時々彼の体は宙を飛んで羽目板にたたきつけられることがあったそれでも つい漏らすうめき声のほか黒吉はやはり歯を見せようとはしなかったしかしその肉と骨との相克するような鈍い陰酸な音を聞くとかえって不思議そうに見守っていた他の座員たちの方があるものは思わず唇をかみしめまたあるものは顔を背けるほどだったそして厳格な 氷のような団長ですらただ唖然とするばかりだっただが陽子はおかしなことにこの黒吉の心を急回転させたその言動の陽子がここには姿を見せていなかったけれども誰か座員が辺りをよく注意してみたならばこの稽古場の隅の薄暗いところから 隠れるようにしてこの様子を見つめている陽子に気がついたろう陽子に気がついたとしても誰もこの黒吉の大変化にこの少女を結びつけて考えるものはなかったいやむしろこのちみどろな稽古には彼女が隠れ身していた方がよっぽど自然に見えたしかしこれは彼女にとって恵まれた偶然だった彼女は さっきからこの野獣のような肉と骨との相打つ荒々しい雰囲気に飛び出していこうとしても足が前に出ぬほどの興奮を感じていたのだそして目の前にのたうつ肉塊がかもすぐいぐい締めつけられるような圧力を伴った減衰感はこの少女に立っていることにすら苦痛を与えた彼女は手に汗を握り 荒い息吹の中にあった。ちああが黒吉は鼻血を出したのだ彼は慌てて上を向くと鼻血は鼻の脇からスーッと赤黒い線を残して耳の裏に逃げ込んでいった洋子は瞬間ハッと胸の中が空になったように感じた それと同時に込み上げてきたのはクラクラするような盗作した甲骨感だった洋子はふと気がついたように辺りを見回してみると鼻血を出したためかもう黒吉の姿はなくほかの少年座員たちが何かひそひそとささやき合いながらめいめいに稽古を始めるところだったクロちゃんのことをうわさしてんだわ。 う子はそう思いながら黒吉を探すためにようやく立ち上がった方ぼを探しあぐねてらの日当たりに黒吉の姿を見つけるとう子はすぐ飛んでいったクロちゃんすごいわねあんなに勇気があると思わなかったすごかないさようちゃん見てたの黒吉は、 鼻血は止まったけれど、まだ腫れ上がった体をさすりながら、それでも嬉しそうだった。見てたわよ。鼻血出したんで驚いちまったの。あら、真っ赤よ。血が滲んでいるわ。洋子はなぜかしげしげと、その赤く膨れて毛穴に血を含んだ黒吉の肩を見つめた。 3の2やぐらはいっぱいの明るい日ざしを受けてポカポカと暖かく辺りにはほかに人影が見えなかったちが出てるあ、触っちゃ痛いよ。洋子は返事もしなかったしかしその目は焼けつくようにあざになった傷に注がれていた ちゃ痛い,たい陽子はそう言ってまたそっと傷に触れたようだ「痛っ」黒吉は思わずでかかった言葉をのんでしまった傷の辺りに見えないけれども何か生温かいペラッとしたものを感じた「なめた?」 と思うとその傷のある方の半身がズーンと足の先までしびれたように感じた「陽ちゃん」慌てて言ったその言葉までがしびれていた黒吉自身にとってこんな異様な感触は初めてだったがなおも二三度なめられるのを感じるとこれはあながち不快なものではないように思えてきた。 むしろくすぐられた時に感じるあの不思議に胸のドキドキする快感があったネバネバとして弾力を持った温かい彼女の舌がさぞにくいであろう傷の上をさぞにくいであろう傷の上を引きずるように過ぎるたびに黒吉の高ぶった神経はズーンズーンと半身を駆け下って。

傷につばきをつけることは彼らの中でありふれた最も原始的な治療法だったしかし陽子がただ本当の親切心からなめてやったのだろうか少なくとも黒吉は彼女の親切と信じていたがさっきの不可思議な様子を考えてみると恐ろしいことにこのかわいい少女は こむごたらしい血のにじんだ傷に残虐な魅力をなめたい衝動を感じたのかもしれないいや確かにその興奮を感じたのだつわきをつけてやるだけなら何もなめてやるほどのこともないだろうからしかし黒吉の胸は幸福に膨らんでいた ヨちゃん、もういいよもういたくないからようこは黙まってかおをあげたおらようちゃんにききたいことがあるんだ何よ何ってなぜおれみたいにきたないもんとあそんでくれるんだいきたなかないじゃないのあたしあんたがすきよおとなしいんだもん 吉政みたいになまっちろいそれでいて威張ってるやつなんか大嫌いさ義政は同じ黒吉一座の少年座員でかわいい美少年だった黒吉は彼女の口からその名前を聞いただけでも快くはなかったそれでさ義政と来たらはしごの上で私を受け取る時なんかわざとキュッと抱くのよ 黒吉の目の前には義政の生意気な顔が浮かんだ畜生彼はその弦迎を殴り倒すように口の中でとなったその時黒吉の心には少年らしからぬ激しい嫉妬が火花のように散っていたのだ三の三。 ちゃん俺は死んでも義政なんかに負けねえよ黒吉はそう吐き出すように言うと傷の痛いのも忘れて立ち上がった本当に負けないでねあんたがここの立て役になったらあたしうれしいわ一緒になってもいいわ一緒にさすがに黒吉は、 子供っぽい顔を本能的な恥ずかしさにちょっと分からめて洋子を見返した本当ようだっていうの洋子はむきになって口をとがらせたよしじゃあここで約束しよう黒吉は照れ隠しにこう言うと小指を突き出したそうしてこの2人は明るい櫓の上で をいいいいっぱいににみながらいかにも子供らかもしい方法で固い固い約束を交たした。この少年と少女の約束がどんな形で彼らを訪れるだろうかそれは全く不明であるけれどもこの陰鬱なそして執拗な少年と残虐な空気に興奮を見せる少女との間には 到底月並みな集結は望みえないように思われるしかしそれはずっとあとのことだ現在の櫓の上に日を浴びて立った黒吉の心は幸福が乾季の波に乗って惜しげもなくこぼれていたそして彼のちみどろな猛練習は なお一層彼の体もただ一塊の肉として冷たい床板にのたうたせたまたそれに比例して陽子の彼に対する愛武も加速度的に高まっていったその愛武がどんなものであったかということは2人だけの秘密であったが黒吉は彼女の唇の裏にある小さなほくろを見つけ出したしまた夜の陽子の手は ある時はそっと衣装部屋の鏡に肩の傷を移してみると不思議なことにその傷は小さい唇の形に血がにじんでいるのを陽子が強く吸ったのではないかと思うようなを見つけたこともあったしかしそうした暗い影とは別に黒吉の技量はぐんぐん上達していった。 絶えず心に拍車を受けての猛練習はあの不器用な逆立ちにすら親方を怒らせた頃と比べてまるで同日の段ではなくなったのだしなしなと伸びる体は彼のしぐさから全く器具を取り去って観客にただ闘錐と拍手等を与えたそしてカラス黒吉の名は岸田洋子に並んで 下らしににられた広めに少年少女のスターとして大きくすり出された彼は陽子と名前を並べられたことだけでもたとえようのないほど嬉しかったがそれがもし新しい町に来て座員一同をお披露目に町中を列を作って寝る時など2人だけ一緒に小さい車に乗り行列に加わっていたがその時黒吉は こってりと塗られたおしろいの下でどんな陶酔を持て余していたことか彼は芸にかつて味わったことのない自信を感じるとともにまた忘れえぬ執着をちょうどう子に味わったようなを感じた黒吉は昔取った絹かの源次郎じいに呼吸を教わりながらいよいよ恐ろしい曲芸の稽古に取りかかった。 それは高い小屋の天井の両端にブランコが垂らされその一つから他の一つに飛び移ると口で言えば簡単ではあるが目のくらむような高い小屋の空での離れ技は一か八かの冒険だったちょっと手を滑らせばはるか下の冷たい大地に腐ったイチジクのような 血のの花を咲かせなななければならないのだ。4こうした幼き少年にしてはあまりに多彩な雰囲気の中にようやく芸というものと陽子との交渉に一日のほとんどを消費するようになってから黒吉の周囲はいくつかの事件をいつの間にか過去に残して彼はもう16の少年になっていたしかし この長きクレンは幸いヨーコの愛武を受けてそう単調なものではなかったと同時に決して無駄でもなかった彼はすでにこの一座で押しも押されもせぬ花形曲芸士だったいかにも16といえば年からいっても彼らの世界ではもう立派な一人前の男なのだその上他に誰もできぬ恐ろしい空を飛ぶ曲芸を ししのお箱にしてしまったのだから。また、ここに忘れてはならないのは洋子のことだ洋子もいつか体全体に脂肪を持ったふくよかな肉がつきまろやかに体から流れ出る線は白くそして弾力に富んできたまた彼女のそばを通り過ぎるときふと感じる淡い香りははっきりと彼女の成熟を物語っている なおまた瑤子の恵まれた美貌は年とともに一層怪しきまでの完成に近づきつつあった白く抜き出た額に顎を振るたびにパサッとかかる漆黒の断髪は海藻の美だったそして明るい目と小気味よい花は青函の美でありかすかに開かれた口からのぞく光さえ浮かんだ格子は観客の心臓を他愛もなくえぐるのだ この美しい陽子がなぜあの醜い要望を持った黒吉に好意を見せるのか陽子ちゃんも物好きじゃねえか何ぼ芸がうまくなったからって黒子なんかとまるで色男がいねえわけじゃあるめえしピエロの戦寿がそのおかしな紛争のままであごをなぜたヘヘヘおせんさまという色男がいるのにな まったくよっしょってやがる冗談交じりの会話ではあったがこれは彼らの間で最も興味あるそして不思議な問題だった仙次の言ったことから見れば座員は黒吉が上達したためう子の行為を受けたと考えているようであの幼き日の不思議な2人だけの出来事を誰も知らないように見えただけど 戦時はまた真顔になって続けたこんなこと聞いたぜ黒子のやつがな俺に言ったよオラ陽ちゃんと一緒になるんだぜ陽ちゃんがそうしようと言ったんだってぬかしやがる面白くねえよ本当かまったく今の調子じゃ分からねえぞ馬鹿言え突然口を出したのは、 黒吉のために花形の地位と一緒に陽子まで奪われた美少年の義政だったそんなことがあるもんかオラちゃんと知ってるんだ黒子のやつはちょいちょい陽ちゃんに殴られてんだぜえ本当かそこに居合わせたものは思わず義政の興奮した顔を見つめた 4の2義政は不意に一同の視線を浴びてそのかわいい顔をぼーっと上気させながらそれでもすぐ続けた「本当だとも俺ははっきり見たんだそれも無知で殴られてたぜ誰も返事をするものはなかっただけど黒子のやつ平気なんだ喜んで殴られてやがんだ」 ようちゃんとニヤニヤ話しながら殴られてんだぜそう言うと義政も不思げに首をかしげたもちろん今聞いたばかりの仙次をはじめ他の座員にその不思議な閲楽の原因などわかるはずはなかった閲楽いかにもそれは恐ろしき楽しみだったがよう子の美しい肉体の中には 黒吉の猛練習が生んだ血と肉と骨の相告する陶水鏡が空を切るムチの下に大しくよみがえり彼女を甘美な夢に誘うのだったそしてまた黒吉はこの乱れ飛ぶムチの下になお金銭としているのだ彼は目の前に荒れ狂う美しき野獣の姿になお新たな欲観を覚えたのだ この暴風のような狂い踊りがすむとあとは雨のような愛撫だった黒吉は陽子の汗ばんだ指の付け根がえくぼのようにへこんでいるやわらかい手を肩に感じると胸には熱くいぶくくなくなとしたちぶさを受けたそれは無論薄い肉じばん越しではあったが黒吉はすれすれに近づけられた陽子の目の中に 自分の醜い顔が写っているのを見つけて無意識にはっと目をそらしたしかしあの映った自分の顔の中の瞳にまた陽子が写っているんだと思うともう一ぺのぞいてみたい気もした陽ちゃん彼は口の中でそう言うと思いきり彼女を抱きしめただがいくら力を入れても入れても 彼女には感じないのじゃないかと思われるほど陽子の体はムチムチと豊かな弾力に満ちていたこうした遊戯は影の影で誰知らずの間に行われたそしてもう一つの闘水は観衆の目の前で行われたのだそれは彼らの曲芸だった一当あたり林立てられた人太が住むと 扇風のような観客の拍手に迎えられてぴったりと身についた桃色の肉自慢を着黒火ロードの飾りマントを羽織った黒吉と同じこしらえのようことが手を取り合って舞台に現れるそしてその黒ビロードのマントをパッとシンクな裏を見せながら脱ぎ捨てると小屋の天井の両端から1本ずつ垂らされた綱に手をかけたと見ると もう2人はほとんど平行して吸い上げられるようにスルスルと上っていったその綱の先には雲の巣のように張り巡らされた丸太の間から源平折りにされた綱でいかにも局場壇らしい簡単なブランコが一つずつつるされていた観客がそんなことを見ている中にもう身軽な2人は命々ブランコまでたどり着いたそれと同時に屋根裏の助手が 上ってききた綱を大急ぎで巻き上げ、はるか下の舞台ではピエロにふんした戦尻のもの慣れた口上がこの小屋の空間に相当な距離を置いてつるされた2人の間へも途切れ途切れに聞こえてきたのえー、皆様この度命がけの大冒険 ブランコからブランコへ飛び移りあの美しき少女が守備よく受け取りましたらお手拍手とうございその途切れ途切れの口上を聞きながら黒吉ははるか下の舞台を見下ろすとピエロの戦時はおかしな身振りに愛嬌を振りまき代わって救助網を持った小屋掛人足が いきなはっぴを着て3人ばかり出てくるところだった黒吉は思わず手に浮いた油汗を代わる代わる肉樹板のももの辺りにこすりつけた「落ちたら最後だ」「球場編みなんかはもちろん名のみのものだったこの物々しさは黒吉にとって大した役には立たなくとも観客の心をエキサイトするには十分効果的だった」 黒吉はちらりと陽子の方を見ると黙々と息を整えながら一つ二つと数えるようにブランコを揺り始めたやがてそれが大ぶりになってくると丸太組の小屋はどこからともなく鈍いきしみの音を伝えてきた小屋全体が一つぐんと揺れたかと思った瞬間黒吉の体は一つの桃色の肉塊となって 宙へ弾き出された。その肉体は空でぐるっと宙返りをするかと見るともう陽子のブランコへ飛び移っていたそれはまだ観客の目の底に桃色の線が残っているほど瞬間の離れ業だったそして観衆が思い出したようにざわざわとしながら激しい拍手を送る頃には黒吉はすでに 洋子の温かい乳房の間に固く抱かれて自分の激しい動悸の音を聞いていた拍手の音がようやく静まってくるとブランコの上の2つの肉体はもつれ合うように極めて徐々に注意深く動いていたがすぐそのもつれが解けたのを見ると洋子は足でブランコの綱を絡んで垂れ下がりそのほの白い手の先には黒吉がが 足をつるされて伸び伸びとぶら下がっていたそして陽子の腰の辺りがくねくねと微妙に動いたかと思うと程よく調子を取られたつなぎ合わされた一組の肉体は首の痛いのも忘れて一生懸命見上げている観客の頭上に揺れ始めたもし陽子の組んだ足が溶けたらもし陽子が手を離したら そんなことを考えた観衆の胸には次の瞬間への死のような緊張が寒々と染み渡ったそれはあながち器具ではない洋子はこの美しき野獣は血に何か知らぬ魅力を感じているのだ発作的に手を離しはしないか黒吉ですら時々そうした青白い予感に 体中の血が先を争って内部へ逃げ込んでいくような恐ろしい気持ちを感じたこう思うとしっかり陽子の手に握られた足首にネトネトとして油汗が湧きずるずると滑って今にもコクうえ落っこちそうだ陽ちゃんのためなら死んでもいいやまた一方そうした気持ちが恐怖感を蹴り飛ばそうと胸の中で争っていた だが大丈夫、洋子はしっかりと歯を食いしばりかわいい顔に赤を注いで黒吉の足をつかんでいるいで失敗するくらいなら、なそのまま死んだ方がマシだこの先天的な曲芸人気質が緊張した洋子の小さい胸を占領して幸い他の感情を与える余地がなかったから。 こうした不安なジメジメと威圧されるような雰囲気は結局この命がけの離れ業のかもす一つの副産物だった観客が命名の旋律に手いっぱいの汗を握っている中小屋の空では肉体に組み立てられたブランコが次第次第に振り子のように大ぶれになってきた調子を計らいまして これなる少女が手を離す。途端に少年が空を切ってあちらのブランコへ飛び移りましょうという番に一のこれはさっきの戦時が述べた口上だったが観衆はその瞬間を見逃すまいとまばたきもしないでブランコの触れについて首を右に左に回していた誰かごくんと唾を飲んだ音が聞こえた と同時に黒吉は陽子の手を離れて空に投げ出されたその時ハッと観衆の息が止まったようだ黒吉の体は恐ろしい勢いで小屋の高い屋根とすれすれに矢のように飛んで体が宙にねじれたかと思うとものの見事に元のブランコに飛び移っていたそれはいかにも一瞬の出来事だけれど黒吉はこの命がけの冒険に 強い強い執着を感じたのだ。彼はその空を切って飛ぶ時の気持ちがたとえようもなく好もしいのだ。あるいは盗作した快感かもしれないがハッと息を止めて空に投げ出されるとはるかした色とりどりなおもちゃ箱のような小屋全体が自分一人を残してさっと一転し半ば夢中で向こうのブランコへ飛び乗ると どこへ隠れていたのか。急に浴びたような汗がいっぺんに吹き出し心臓は慌て血管の中を方々へ衝突しながら駆け回ったこの銅線のように張り切った気持ち生と死とのわずかな隙間を息を殺して飛び抜ける自分にようこの愛武にも劣らぬ激しい目のくらむ闘水を覚えた。 自分一人で陽子のほうのブランコへ飛び移るときさほどでもないが帰りの場合陽子に足をつかまれて逆用につるされたまま大きく振られると記憶とか思考とかそういった精神的能力はことごとく振り捨てられてしまうのだそして彼はまるで空っぽな頭と投げ出された瞬間の 体全体の引きちぎるような虚無感の中でひくひくと跳ねる神経に黒吉のあの先天的なひねくれた気質が調和し心臓をつかみ出されるような底知れぬ魅力に酔いしれていたしかし近頃はなぜかこの極限を済ますと黒吉はまた昔のようにポツンと楽屋の隅で一人考え込んでいたおかしいなあ 黒吉はつぶやいた。彼はこの頃あの曲芸のさなか陽子の手を離れて向こうのブランコへ飛び移る瞬間にふと陽子の笑い顔なんかが目の前に浮かぶのだったもちろん陽子の方へ飛び移る時なら彼女の顔が見えたも別に不思議はないが全然彼女と後ろ向きになって命がけで飛んでいる時に極めてぼんやりとはしていたが 確かにう子の顔が幻のように小屋の空に浮くのだった変だなあ黒吉はまたそうつぶやきながら楽屋の向こうを見るとちょうど通り合わせたう子がなんかよ呼ばれたと勘違いしたのかぼうぼうとした短髪を後ろの方へかきなぜながら近寄ってきた彼女の ぴったりと体についた肉じゅばんに包まれたムチムチとした肉体は歩くたびに怪しくうごめいてまた新たに黒吉の目を奪ったの呼んだんじゃないけど黒吉は自分のちょっとした独り言にも陽子が聞きとがめて わわざわざ来てくれるのがたまらなくうれしかったなんて言ったのよ今何って変だなって独り言言ったのさどうして変なの何がそう言われると困るけどちょっと不思議なことさ何さ一体まあいいわ意地悪ね たしななんんかに言いたくないいいくでしょう。いいわ、そんなら洋子は鼻を鳴らすような声でそう言うと豊かな肉体をくねくねとさせながらすねてみせた黒吉は時にはむちで自分を打ちうれしげに笑う年若き霊魔がこんなすばらしい技術を持っているのかと思う前にただ官能的な美に溺れてしまった言うよ言うよ ようちゃんに言えないことなんかないじゃないか俺はようちゃんの顔を見るんだよあたしの顔うんそれが空を飛ぶときなんだあのブランコでさ幻って言うんかしらまああんなときあたしなんか一生懸命で何にも考えることなんかできないわ。 それは俺だって夢中さだけど目の前にぼーっと浮かぶんだよだから変だなって言ったんだ変なの私どんな顔していてそん時いかにも女の子らしい質問だった黒吉は体をひねって洋子の顔をのぞき込みながらこういう顔さ肌は雪のように白く 漆のような目に椿の花びらよりも赤くかわいい唇で黒吉は知っている限りの微分を並べると「えくぼが指先を吸い込むように」そう言って彼女のふくよかな方を指でつついた「痛いわよ」よう子は大げさに顔をしかめるとそれでもうれしそうに くっ,くっ,くっと笑った。このきれいな顔が俺の頭を占領しちまったらしい黒吉はまたわざと真面目な顔をしながら続けた知らないわよおだてたってダメよそう言うと陽子は笑いながら舞台の方へかけていってしまった黒吉は薄く笑って陽子の かけるたびにぷかぷかと跳ねる弾髪の後ろ姿を見つめていたがう子の姿がしきりの幕に隠れてしまうと同時にまた頭の中に広がってきたのはあの奇怪な幻影のことだったまあいいや俺は本当にうちゃんのことばかり考えているんだから途端にひと休みしていたんたがあの耳慣れた競争を響かせてきた もう会場だな。彼はポンと一つももをたたくとざわざわと伝わってきた観客の足音を聞きながら「さあ支度だ」口の中でつぶやいて腰掛けていた衣装箱から立ち上がった「クロちゃん?」「おや?」と振り返ると洋子がなぜか珍しく緊張した顔をしてかけてきた。 大変よ。クロちゃん、あんただけ来ないんで、親方怒ってるわ。五のさん。何さ？一体？何さじゃないわよ。大変よ。親方のね。あの指輪知ってるでしょ？いつもはめている金のさあれがないんですって。 確かにさっきまであったんだから小屋の中で落としたにちがいないっていうのよ開ける前に探さなきゃきっとなくなってしまうわ今までみんなで血眼になっていたのよそこへあんただけ来ないんだもの親方面白くないらしいわだけどどうしてもないもんだから親方プンプンしちまってねとうとう今開けたのあんたすぐ行ってみた方がいいわよ そんなこと言ったって誰も呼びに来ないじゃないかわかりやしないよそんなこと今言ったってダメよここにあんたがいるってのを知ってるのはあたしぐらいなもんだわこう言ってようこはずるそうに笑ったなんだじゃあようちゃんはわざと俺に教えなかったのかひどいなあ そうでもないわまあ言ってごらんなさいよひどいやつさなぜ俺に教えないんだろう親方が怒るとどんなだかも知ってるくせにと彼は思ったが洋子の喋った後でしっとりと濡れた色鮮やかな唇から流れ出す言葉に反抗する気にはなれなかったうん言ってみよう。 黒吉はそれだけ言うと後の言葉は胸の中に吐き捨て歩き出したあれは普段からバカに大事にしていたようだ本当に亡なくなったらきっと俺にひどく当たるぞ黒吉は歩きながら持ち前の陰鬱が倍加されるのを自分でも感じた行ってみると部屋の隅に親方がむっつりとして 舞台の用意に自分のシルクハットのほこりを払っていたそしてその付近には衣装部屋支度部屋もちろん簡単に幕で仕切られたものだがなどを出番の遅い座員がいかにも探していますというように歩き回っていたまずいなあ彼は親方がシルクハットのほこりを払っている手つきがまるでたたいているように荒々しいのを見て よっぽどご機嫌が悪いなと直感した黒吉はなるべく親方の方を見ないようにしてこそこそと探し出したしかし大勢の者が探したあとだものそう簡単に見つかるはずはなかったそれどころか彼は気のせいか親方が時々自分の方に白い視線を送るようでヒヤリとしたものを感じた くろこあるかもっともいまごろさがしちゃあるほうがおかしいがいったいなにをさがすのかしってるのか親方のこえはぶきみなほどしずかだっただがそれには親方いちりゅうのひにくがあったきたな 黒吉はごくんと唾を飲んだ。と同時に彼は思わぬ幸運を拾った黒子出番じゃねえかどこにいるんだ幕の向こうでそう怒なったのは千治らしかったこれは彼のひがみかもしれないが千治は彼を助けるために呼んだのではないようだむしろまだ黒吉が来ないと思っている千治が わざと親方に聞こえるように怒鳴ったのだと見た方が遠を得ていただろうそれはともかくとしてこの場合黒吉には千尋がありがたい恩人にも思えたじゃあちょっと行ってきます黒吉はそれだけ言うと親方が返事をしない中早々に部屋を飛び出した 彼は急いで肉襦袢を舞台用のものに着替えるといつものようにンタの行進に送られ陽子と一緒に舞台に渡ったがともすれば心はあの指輪の紛失に奪われがちだった「こんなことを考えていて失敗したら大変だぞ」黒吉は大きく頭を振ってその心配を振り落とし 洋子にちらりと目配せすると、いつものようにスルスルと身軽く天井のブランコに綱を伝って登っていった。そして用心深くブランコに乗って、1つ、2つと心を落ち着けながら揺らし始めた。彼の目の前にはもう親方も指輪も観客もなく、怪しい島をまとった世界が激しく巨大し、唯一、 ようこの乗ったブランコのみがあるときはとおくはりのようにやせたかと思うといっしゅんにしてめいっぱいにたちひろがりすぐまた糸のようにしかいをてんらくしていたよし黒吉の血はぜんぶ神経といれかわったかれのからだはブランコをはなれたのだパッとあたりはやみになった あるいは彼が目をつぶったのかもしれない次の瞬間なぜか小屋の隅の洗面所の辺りがうすうすとではあったが目の前に浮かんだおや何か光っているぞその洗面台の影に何か光っているものがあるのだあ指輪だ見つけたぞその瞬間、 目の端を陽ウを乗せたブランコが矢のように通り過ぎようとした「しまった!」恐ろしい力を持った恐怖が彼の脳裏に硫酸のように染み通ったぐわっと心臓を吐き出すような叫びを漏らすと黒吉は渾身の力で空に体をひねった幸い彼の片手はブランコの一端をやっとつかむことができたのだ ほう彼は鉛のような吐息を下界に落としたそしてようようブランコに這い上がることはできたがもうとても陽子の手にぶら下がって元のブランコに飛び返ることはできなかったどうしたのよクロちゃん耳元で案外平気そうにささやく陽子に答えようとしても体の中のものは全部胸に詰まって たとえようもなく重苦しい。そのくせ腹の中はまるで空っぽで力というものは跡形なく消え込んでいたとうとう断念した黒吉は気を利かして係が綱を下ろしてくれたのにすがりつくようにして舞台に降りつくとこそこそと逃げるように楽屋に入ってしまった気のいい観客は これが曲芸だと思って一生懸命拍手してくれているが舞台裏の黒吉にはただ笑われているとしか響かなかった黒吉はおずおずと団長の部屋の方へ歩いていった「どんなに怒鳴られても仕方がない」そう思ってはみたが親方の部屋の仕切りの幕が親方の怒りを受けてかひくひくと震えているようなのを見ると 一瞬立ち止まってしまった果たして中には火のような親方の憤怒があったバカよくのめのめ来やがったな黒吉はのっけからどなられるとかえって心はシーンと落ち着いていった親方俺は指輪をめっけたんですあの空を飛ぶ時に。 わが家あんな高いところから下が見えるかでもでも黒吉自身もおかしいとは思ったがこの際これ以外に方法はなかったでも確かに見たんです洗面所の影に親方はじろりと黒吉をにらむとよしそう言って わざと足音を響かせながら出ていったの黒吉はしょんぼりと突っ立ったまま親方の遠のく足音を聞いていた頭の中はいろいろの考え事にぼーっと蒸気し床板の割れ目に落とされた目はなぜとはなく潤みがちだった 終わったことになったなあ。彼は無意識に油汗の浮いた手を肉じばにこすりつけた。本当に会ってくれれば良いが、いや、あるはずがない。あんなこと言わなければよかった。その海空が時とともに黙々と拡大されていった。沼のようなこの部屋へも、時々監修のざわめきと拍手が。 後ろのような工程を持って伝わってきた突然小屋の向こうから神太の壮曲が始まったそしてその象徴として淡い音色のクラリネットが「ここはお国を」などの聞き慣れたものを一つ一つ教え込むように吹き鳴らす時黙々と聞き入った黒吉の胸の中には何かしら熱いものが音もなく押し上げられていた彼は 久しく忘れていたものに目頭が潤むのを唇を食いしばってこらえたその時ガタッと後ろの方で音がした親子と黒吉ははっとして目を拭うと後ろを振り向いたそこには汚れたネズミ色の幕が風を受けたように重そうに揺れその幕の下と床板との二三寸の隙間からの 衣装用の箱か何かが横倒しにされたのがわずかばかり見えた彼はじっとその仕切りの幕を凝視した彼は見たのだ振り向いた瞬間ごく瞬間ではあったがその幕の中ほどにある小さな鍵先の向こうにちらりと動いた白い手を「ようちゃんだ!」彼はそう直感した なぜあんなところからのぞこうとしたんだろう不思議でならなかった明らかに葉子はのぞこうとして箱に上がりそれがひっくり返ってあんな音を立てたち違いない僕が怒られると思って心配したのかな彼は葉子のかわいい口を思い出しただが黒吉はさっきの 危うく身を粉々にしようとした恐ろしい瞬間に案外平気な顔をしていたむしろ怪しい笑いさえ浮かべていた陽子の好奇の目がスーっと網膜をよぎると「あいつ俺がどんなことされるかと思って見に来たんだな!」そうした生まれて初めて陽子にある冷たい気持ちを感じた。 確かにそうだ心配してきてくれたのなら今親方がいないのだから慰めの言葉一つくらいかけてくれるはずだそれに洋子は時々黒吉を殴って不思議な愉悦を覚えるらしいのだチっきれいな顔しやがって黒吉は吐き出すようにつぶやいた黒子黒 親方だ。彼は思わずドキッとすると慌てて振り返った黒子、見ろ、あっったたぞ。不思議だよ、まく。親方はそう言うときょとんとした黒吉の目の前へ左手を突き出したその節暮れだった頑丈な左手の薬指の付け根にはいつものようにあの金の字に何か彫られた指輪が。 黙々と光っていた。五の六。ああありましたかやっぱり。あったよ黒子。一体どこで見つけたんだ。よかったな。ですからあの空を飛んだときに。冗談言うな。もう怒らねえから言ってみな。 ガンじゃあるまいしそれにあんな高いところから下がはっきり見えるもんかおまけにあそこからは洗面所は影になって見えねえはずだぜそそうですがおかしいななるほど親方の言うとおりあの天井からはちょうど引幕の影になって見えないはずさ 黒吉は一生懸命に考えをひきまとめようとしたが頭の中は一層モヤモヤとするばかりだったなぜたか知りませんがとにかく見えたんだすモヤモヤっとした中に洗面所と指輪だけが指輪のことばっかり考えていたからかもしれませんけどまるで夢みてぇな話じゃねえか。 夢中になって考えていたからというんだなええそうなんですほう、はあ、だもんで黒吉はせっかくなおってきたらしい親方の機嫌をまたこじらしては大変と焦って弁解に努めたが自分にもはっきりとわからないことが親方にのみ込めるだろうかだもんで 見つけたなと思ったとたんに舞台のことを忘れちまって失敗しちゃったんです。どうもすみません。決して悪気でやったんじゃないんです。当たり前だ。悪気でやっても命がけだ。顔を洗うときに落としたのかな。親方は指輪をなせながら一人勝手にすると。まあ今日のところはいいや。だが。 これから女の夢なんか見やがって落っこちたら承知しねえぞえ黒吉は陽子の幻のことを言われたのかと思ってぎょっとしたはッ <laughs> よしよし向こうへ行って支度をしろ親方は指輪が見つかったご機嫌で珍しく冗談を言ったのだと気づいたええ すみませんでした。黒吉はできるだけ無表情な顔をして恐縮を見せながら親方の部屋を出た不思議だ実におかしな話だあの陽子の空に浮いた幻といいまた今の指輪の発見といい全然見えるはずもないのがそれもまるで考える力も記憶もすっかり振り落として 無我夢中で空を飛ぶ時にひょくっと頭の中をかすめるのだ一体これはどうしたことだ黒吉は親方の部屋を出て楽屋の片隅まで来ていたしかし頭の中は余すところなくこれらの狂気じみた疑問に占領されそれらの疑問はまた激しく熱っぽく摩擦しちゃった「俺は昼日中」 夢を見ていいるのじゃないか。黒吉はいつも腰掛ける衣装箱にすとんと腰を落とした箱の冷たかったせいか氷のような恐怖を覚えた「俺は気が違ったんじゃないか」「こんなことをしみじみと考えるほど恐ろしいことはない自分は気が確かだ」 どの証拠で断言することができよう。強じんだって考えることはできる。ものを見ることもできる。しゃべることも聞くことも寝ることも走ることも。それらのことがさあどうだどうだとばかり恐怖と幻の泥沼に黒吉自身を押し込むのだ。 6チェ勝手にしやがれ黒吉はネトネトと口の中でよどんだ言葉を吐き捨てた俺がこの俺が気違いだってふん。彼は胸の中の心配を引きはがすためにわざと声を立てて自分を嘲笑したしかし 誰もいないところで大きく独り言を言ったあとはかえって吉がいじみた静けさだった。じっとしてはいられない気がしてドンと一つ思い切り勢いよく腰掛けていた衣装箱から立ち上がったもののやっぱり何かしら不安が自分のあとにつきまとっているようで黒吉はどこへ行くでもなくシみだらけの防水膜に仕切られた楽屋の片隅を檻の中の熊のように息きつ戻りつしていた。 溺れるもののようにたとえわらくずでもしっかりとすがりつきたい気持ちにイライラしながら歩き回っていた何か偉大な力に骨のベシベシ折れるほど固く包擁されたらきっと落ち着くに違いないと思った言葉の先にふと「ようこ」が浮かんだ「そうだようちゃんが」 思わずつぶやいて立ち上がった歩き回ったせいか額に脂汗の浮くのを覚えただが忌まわしい影がまた黒吉を憂鬱の底に押し戻したこのころ陽ちゃんは少し変じゃないかさっきだって俺が親方に怒られるのを見に来たんだそればかりじゃないわざと俺にだけ 指輪の亡くなったのを教えないで親方に怒らせようとした次から次へと最近の陽子の冷たい仕打ちが浮かんできたなぜ陽子は俺が嫌になったんだろう黒吉はそう考えると今まで想像もしたことのない激しい空虚な気持ちに襲われてきたあの白チウムの恐怖なぞ 古びた写真のようにぼやけてしまった失恋黒吉はがく然としたばっかなそんなことがあるものか口の中でいくら怒鳴ってはみても不安はましこそすれ決して減りはしなかった陽子が自分から遠ざかる原因が何であるかそれがわからないだけに なおっかが恐ろしかった。よしうちゃんに聞いてみよう悪いとこがあれば直せばいいんだ黒吉は急いで舞台をのぞいてみたちょうどう子は出番で盛り上がったような観客の前に白蛇のように自由に死体をくねらせている彼女の姿がつやつやと光って見えた 6の2空気がざわざわと拍手に満たされるとすぐ陽子が心持ち顔を蒸気させて楽屋に帰ってきた陽ちゃんちょっと黒吉は小さく手を振って呼び止めた何陽うんほんの少しじゃあちょっとよ。 またすぐ出なければならないから。いか陽子は興味なさそうにさっき黒吉のかけていた衣装箱に腰を下ろした彼女の肉自慢の腰の辺りにつけられた銀モールの刺繍がトゲトゲと黒吉の目に染み込んで震えていた黒吉は口をきこうとするたびに心臓がドキドキと喉ごとを押し上がってきて妨げられた「何さん一体」 読んでおいてさよちゃんよーちゃんはやっぱりうまいね黒吉は考えてもいない言葉が急に口から転げ出てハッとした顔がカーッとほてったようだ「ホッ何だと思ったわわざわざ呼び止めておいて」「嫌な黒ちゃん」子は、 いかにもバカバカしそうに腰を浮かせたま待って黒吉は慌てて彼女を戻すとちょっと待って聞きたいことがあるんだよいおちゃん怒らないでねどうして俺が嫌いになったんだいなぜ思い切って言ってのけたおの誰がそんなこと言ったの つ色黒な,な瞳がむしろ好奇的だった誰って誰も言わないよ俺がただそう思うんだまあいつ私があんたを嫌いだと言ったのそんなことないわだって口では言わなくてもそうだろうと思うんだセンはとっても親切にしてくれたじゃないか 俺は線の方がよかった。みんなに「まずいまずい」ってわらわれたってようちゃんだけはわらわなかったしげんきづけてくれたし黒吉はくどくどと話しながら自分の言葉にまぶたが熱っぽくふくれてくるのを感じたそんなのあんたのひがみよあたしがほめなくったってみんながほめるだけうまくなったじゃないの。 子の顔も青白く固まった俺はみんなに褒められるよりようちゃん一人に褒められた方がずっとずっとうれしいんだそりゃ俺なんか汚いさ義政なんかと比べもんになんないさけど俺は誰が何と言ったってもうちゃんが好きだまあクロちゃん何言うの <laughs> あんた私に恋してんの とななみたいなこと言うのね。そんな話よしましょうよう子は勝ち気な少女らしく何でもないことのように言い切ると早足で支度部へ行ってしまった黒吉はその後ろ姿がぼーっとかすむと膨らんだまぶたから熱いものが頬を伝ったうちゃんと一緒にそんな幻想は 微塵に飛び散った。ホロホロと落ちる涙の中にはっきりとした陽子の離反が鋭い熊手のように胸の中を隅々までもかき回し始めたのクロちゃん何考えてんのよ。 ポカンと気抜けのように突っ立ったまま競争なじんたに聞き入っていた黒吉はぎくっとして振り向いた「なんだよしぼうか脅かすなよ」「ははは、ようちゃんじゃなくてお気の毒ね」そう言っていたずらっ子のように体ごと笑ったのは期待したう子ではなく同じ少女座員の道よしこだった。 何がお気の毒だいそんなやだ知ってるわよあんたようちゃんと喧嘩したんでしょう嘘嘘じゃないわよちゃんと知ってるわあたし見たのようちゃんたら変な人ねあたしすっかり同情しちゃったわあんたにこいつめ大人みたいなこと言うない と言ってやろうとしたが彼にはもう口がきけなかった黒吉はこうした寂しい時にはいつまでも一人でいたかった一人でならば一生懸命こらえられる涙も優しい慰めの言葉をかけられるとかえって熱湯となって胸の中をほ流するのだ「いいよよしちゃんありがとう何でもないんだよ」 そうじゃあいいけどそう言いながらしこは何か奥歯に挟まったものを吐き出したげに著立していたその道しこは陽子と親しくはしていたが彼女ほど美貌でもなくまた芸の方も目立ってうまいというほどではないので陽子のみを考えていた黒吉とは自然没交渉だったのだが陽子というものを 改めて見直さなければならなくなった今よしこの登場は黒吉の心に何らかの波乱を起こすのではないかと思われたのクロちゃんうんあのねあんたね悪いことは言わないわ。 ようちゃんなんか忘れた方がいいわよなぜなぜってそんなこと言ったってしようがないじゃないか俺にゃう子は忘れられない余計なこと言うなよ黒吉はそっけなくは早口にはき出したでもでもどうせあんたが不幸せになりそうなんだもん ななこというじゃないか。どうせ俺は不幸だよ。よし坊みたいにきれいじゃないからな。まあクロちゃんそんなこと言うもんじゃないわよ。あんたあたしを疑ってんのそんなにひがむもんじゃないわよ。よし子も自分の言葉に我知れず興奮して目を見張った。あんた知らないのね。 やっぱり男の子って細かいところに気がつかないのね陽ちゃんの恐ろしい癖知らないの陽ちゃんの恐ろしい癖黒吉はおぼろげながら思い当たるような気がした恐ろしい癖って陽ちゃんたらとても無ごたらしいのよあんなきれいな顔してるくせに あんた、気がつかないのやっぱりそうか黒吉はだまって首をふったとってもすごいのネズミでもカエルでもヘビでも平気で引き裂いて殺しちまうのよでも自分でもあたしにだけ時々言うわあたし時々血を見ないとクサクサするのよ 怖いわいそれにそれにひとつきにいっぺんはきっとそれがはげしくなるんだってそんなときよあんたをむちでぶったりしたのはえ嘘うそじゃないわよちゃんとしってるわよそして後であとであさっぱりしたっていうのよすごいわね 怖いわいあの人ったら人がめちゃめちゃに殴られるのが大好きなんだって方々に血がにじんでぐったり倒れているのを見るとすがりつきたいようなんですって今に人殺しするかもしれないわそれからこんなことも言ったわ人殺しするのにピストルなんてバカねあたしなら担当でえぐってやるわ すごいでしょうねぇ。ってようちゃんはきれいなだけにそんなこと言って目が光るととってもとってもクロちゃんクロちゃんってば黒吉は黙ってこのおしゃべりなよしこのそばを離れると立てつけの悪い楽屋の床板を小さくならしながらあてもなく顔見せ台の方へ歩いていった。 顔見せ台の下には町の子どもらが大勢何とはなくしゃべり合いながら極彩式のペンキ絵に見入っていたそのペンキ絵には洋子と黒吉のもつれあった極芸姿がまるで別人のように華やかに描かれていたどんなに殴られたってたとえ殺されたっておらやっぱり洋ちゃんが好きだ ちっ黒吉は目の前に浮かんだよしこのおしゃべりな顔を首を振って払いのけた長々しくよウの悪口を言うよしこ自身の方がよっぽど悪魔に近いように思われたよしこなんか何言ってやがんだい彼は無意識に肩をそびやかした だなあの嵐のような愛武を惜しげもなく振りまいた年若き麗馬洋子はもうこの虫黒吉に対して興味を喪失してしまったのであろうかそれとも洋子一流の必要な戯れであったろうか黒吉の心はこの重大な最も重大なと思われた問題を解決する前に 彼のに現れのにた、もっともっと恐ろしいこの世のものとは思えぬ混迷の中にたたき込まれてしまったのだ空に浮かぶ夢それだったう子との問題のためにいっとき古びた写真のように正妻を失っていたあの空に浮かぶ現像であったそれがよみがえってきたのだ 生々しく現実味を帯びてよみがえって蘇っきたのだ。白昼大勢の観客を前にして空を飛ぶ時ふと浮かんだあの陽子の顔を発端として絶対に見えるはずのない指輪の発見それらの黒吉自身を狂ったのではないかと疑わせたあの白昼の用務が恐ろしいほどの明瞭さを持って空を飛ぶ黒吉のまぶたの裏に飛び散るのだった。 黒吉はあの陽子といたことを胸に持っていようがいまいが日に少なくとも一度は空を飛ばなければならなかった空を飛ぶ時彼それは全く一本の神経も無駄にはできない極限まで引き延ばされた銅線のように張り切った澄み切った無我の一瞬であるそれなのにどうしてのんきらしく夢なんか見るんだろうこれは とても急には解決のできそうもない問題だった頭に染みができたのかなそんなことを真面目に考えてもおかしくなかったその幻はとてつもないことが浮かぶのだ名も知らぬ雑草がぐんぐん伸びてパッと膨大なシンクの花が咲くと見る間にポトリポトリと血の滴るように花びらが散ってしまうあるいは 懐石の数奇を凝らした庭園の中を自分がトンボのようにスイスイと飛んでいるまたは「ああ自分はいつモグラになったのであろうか」「真っ暗な生暖かい地の底をどこまでもどこまでも掘っていかなければならないのだだがこんな夢ばかりならまだいい」 「7の2」そんな他愛のないものばかりなら何も恐れることはないただ夢幻として片づけられるのだしかしあの指輪の発見はどうだ絶対断然断じて見えるはずのない真実がありありとまぶたに浮かぶのだあの語びにも忘れえぬ 子のことすら振り落として飛ぶ一瞬に映る怪しき雲にも似た幻影は黒吉をぐいぐいと力強く四次元の宇宙へ連れ込むのだった端的に言えばいつしかそれは予言の夢となってきたのだ例えば指輪の発見は確かにその予言の夢の発端であった夢というものが記憶の半数とすれば 空に浮く幻は未来の夢であったある秋の日いつものように黒吉は瑤子を貝添えにしてあらゆる支持物から解放された虚無の空へ弾丸のように飛び出した瞬間だったまぶたの裏には次の町での大当たりに当たっている一座のありさまがありありと映ったそして 次の町で初日の蓋を開けてみると気味の悪いほどの人気なのだ盛況の第一日がはねると急にひっそりしてしまった小屋の中に親方の珍しくご機嫌のよい笑い声が久しぶりに回ってきた春のように響いたまったく大入りの時は誰だってウキウキした気持ちなのださあみんなみんな集まったか 親方は舞台姿のタキシードに得意のひげをなでながら一座のものを見渡したもうどこからか貧乏とっくりが運ばれてまたざわざわと小屋の中がひとしきりにぎやかになってきた黄ばんだ伝統の下にガタガタの床を踏み鳴らし酔いしえたピエロが踊りだすといつか印番店の兄がシルクハットの紳士が 甘酸っぱい体臭を持った肉ばんの女たちが思い思いにねじを巻かれた泥人形のようにガラッとした小屋いっぱい卑わいな悲鳴を上げながら地獄絵図を展開していった激しい笑い声が耳元で起こるたび黒吉はコツンコツンと頭をたたいていた彼はさっきから小屋の片隅にそうしてあぐらをかいたままなのだだが 彼の目は血走っていた。俺が俺がこの間見たままだ。次々に展開する異様な風景は寸分たがわぬ空に浮く夢の復讐でしかなかったふだんは震えを恐れて杯にさえ触れぬあの源次郎じの酔いしれた姿までが背筋に冷たい汗がスーッと走った。 あてつけかとも思われる陽子と義政との奇怪なダンスも別な意味でひしひしと覆いかぶさる重圧を持った悪夢であった慌てて含んだ苦い酒が喉でコロコロとなったどっちが本当なんだ夢を見てるんじゃないか簡単な疑問に肌と行き詰まったとてもとてもとてもたまらない 黒吉はうでし空を飛ぶことに初めて恐怖を味わったと同時に何か得体の知れぬ魅惑をも感じたしかし次に見た予言の夢は不吉にも。 この一座が不入りを極めた夢だったしかもそれがぴったりと因果から焼き付けられた洋画のように一部一輪の違いもないのだまるで座院の方が多いほどの見物人しか呼ぶことができなかった黒吉は空を飛ぶ時手を握りしめ歯を食いしばり必死の力で飛ぶのだ「何とかしてもう一度当てたいもんだ」 だが、一体どうしたというのだ予言の夢はもう幸福を知らせてはくれないのだ先のことをのぞいたせいかな黒吉は頭を振ったそれにしたって俺の知ったこっちゃない彼は癖で無意識に肩をそびやかしたこんなことが続いたら解散だ 親方はなお一層気難しくなった陽子もよし子も義政も仙次も誰も彼も暗い影を感じながら言葉数を減らしていった源次郎じいまでが座布団を干しながらポカンと空を見つめていた俺の知ったこっちゃないぞ黒吉は胸の中で怒鳴ってみたがやっぱり不安だった 俺は前に同じ夢を見るだけだそれがいけないのだどこかでそんな声が聞こえたような気がしてぞっとしたみんな集まったか親方は何を思ったか一座のものを集めると口を切った集まったかみんなも知ってる通り近頃はまるでなっていない俺にはもうやっていけなくなった 次の町で撃って撃って駄目だったらもう解散だその後は聞こえなかった解散この一語で十分だ薄々予期したとはいえみんなは改めて愕然とした7-4 解散黒吉は突然打ちのめされたような気がしたと、れるのだ。そう思うと解散そのものは別に恐ろしくもなかったが洋子と別れなければならぬということがたまらなかった握りしめた拳が思わずブルブルっと震えた畜生どうしても彼は、 石にかじりついてもいい夢を見なければならないと決心した競争な人たが巻き起こっても黒吉はまだたった一人その楽屋裏に突っ立っていた「黒ちゃんしっかりよ」いつの間にか舞台着に着替えてきたう子はさすがに彼女も解散の一言が胸に応えたと見えていつもより心持ち顔をこわばらせながら黒吉の肩をたたいた。 ふっと顔を上げた黒吉はうんいつもなら彼女に肩をたたかれてさえそこがほかほかと熱っぽく感じられるほどの彼でありながら今日はこっくりと一つうなずいたきりであった陽ちゃんしっかりやろうぜええ陽ちゃんに別れんのつらいからなまあ 何言ってんのさ一生懸命やって入りがなきゃしようがないじゃないのでもそんなに苦よくすんならいっそ落っこちて血なますになっちゃいなさいよ <laughs> 落ちて死ぬんなら一人じゃ嫌だよおちゃんも一緒に引き落としちゃうまあ <laughs> どうせそうでしょうよ彼女はキラリと目を光らすと はすっぱらしい捨てゼリフを残してさっさと行ってしまった黒吉は相変わらず突っ立ったままその陽子の後ろ姿の異様にざわめく腰部の膨らみに激しい憎悪に似た誘惑を覚えて目をつぶった「どうしてもいい夢を見るぞ」。目をつぶると、ものぐるわしいじんたが、 辺り一面に吹きすさんでいた出番になると黒吉はぴったり身についた肉樹板を着てわずかばかりの観客に流すような目例をするとじっと天井のブランコをにらんだそしてスルスルと綱を上りながらも頭の中はいや体全体はいい夢のことでいっぱいであった やがてブランコが小屋全体をギシギシと揺すって大ぶれになってくると「えっ!?」すっと血の気が利いた黒吉は虚空へ飛び出したのだ「おっ!と」と観客の幾人かが低くうめいた時にはもう黒吉の体が陽子のブランコに乗り移ってひと呼吸した時であった「ダメだ」 黒吉は蒼白な額を片手で拭った「だめだだめだ」ダメだ「どうしたことか今日に限ってあの空に浮く白昼の夢が映らないのだ俺にゃあ予言の力がなくなっちまったんか」「あれほど恐れていた白昼のヨウがかえって期待に胸を膨らませた今日の黒吉にはどうしたことか」 れれてはくれなかった。よしもう一度だもつれるようにブランコに足先を絡んで垂れ下がったう子はやわらかい手につるされぶらりぶらりと天空で揺られながら逆流する血潮の中で黒吉はあえぎあえぎ考え続けた「うっ、ん!と」と張り裂けそうなう子の喉の不気味な音を 一瞬のうちにはるか後ろに話して黒吉は一転すると元のブランコをはっしとつかんだひと呼吸ぐるっと尻上がりでブランコにちゃんと腰をかけると遠く下の方からざわめき上がった拍手の音に誘われていっぺんにびっしょりするほどの汗が噴き出してきただが黒吉は汗を拭うのも忘れていたダメだ 夢はかかばなかった。まるで視野は暗転する舞台のように真っ暗だったそれだけになおさら次の場面がのぞきたかった「吉」か「京」かやがて気づいたようにスルスルと綱を伝わっており楽屋に帰ってもそのことばかりが頭全体を占領してしまっていた。 七の五日が暮れ日がともりそしてまた一つ一つ明かりが消えていったすでに場ははねて辺りはしんかんとしていた何時ごろであろうかいったん寝床に入った黒吉がすっくり起き上がった黒吉の目は物につかれたように異様な光を持っていた 彼はいくら眠ろうと焦っても眠ることができなかったこの一座の未来がつまり自分と陽子との未来に大きな関係のあるこの一座の明日が一体吉なのであろうか今日なのであろうか吉ならばよし今日なら今日でたとえこの一座が解散したって俺は陽子と離れないぞ もし別れるのならいっそのこと陽ちゃんをやってとまで思いつめてはいてもやっぱり明日が気になるのだ普通ならば明日のことなどどうにもしようのないことなのだがこうか不幸か幸吉は未来をのぞくすべをそれは恐ろしい未来への冒とくであろうけれどどうした弾みかで 身につけてしまったのだ。たまりかねた黒吉は誰にも知られぬようにこっそりと床を抜け出すと音を忍ばせながら高い小屋の天井へ登っていった上がりきってみるとそこはいつもと全く違った風景であった人っ子一人いないがらんとした観客席はしらじらしくさえかえって頭の上には テントのつぎ目がよかぜにはたはたとはためいていたはるか目の下谷底のような舞台には黄色っぽい五色の玉がたった1つわずかな輪を描いている霧であった黒吉は巻き上げられてあるブランコを垂らすと身軽く飛び乗って一つ一つ数えるように力を込めてゆりはじめた ブランコの描く円庫は次第に拡大されてき加速度が加わってくるとともにしんかんとしたテント小屋はびっくりするような音を立ててきしむのであったふと下をのぞき見ると寝まき姿のよう子とよしこがいつ目を覚ましたのか何か口をパクパクさせながら手を振ってみせていたそれが黒吉にはどんな意味か知らなかったけれど黒吉はこくりと一つうなずくと 今度は目をつぶってなおもブランコに力を入れていった「やっ!」うめきに似た掛け声を残して暗い小屋の空に弾丸のように飛び出した「あはっ!」黒吉は恐るべき過失をやってのけたのだいつもは助手が向こう側のブランコをちゃんと下ろしておいてくれるのだが今は向こうに助手がいようわけがなく 考えるのに夢中で彼自身向こう側の飛び移るべきブランコを垂らすことをすっかり忘れてしまっていたのだしまったそう思った瞬間彼の視野の片隅に巻き上げられたブランコの一端がチカリと光ったうわっこんかぎり枯空で体をひねっただがそんなことはまるで無駄だったもう。 遅かった。黒吉の5体は陰惨な断末魔の叫びを上げ空中を幾度か急展開しつつ凄まじい勢いで不気味な小屋の空間を一直線に転落していったのだよし子は「ああ、と言ったきり顔からは血の気を失ってよろよろっと座ってしまうと頭を膝の中に抱え込んだ。 さすがのう子も一瞬ハッと目をそらしたまことにそれは墜落というより大地に向かってたたきつけられたと言った方が近いほどものすごい物音であった黒吉はうめき声さえ漏らさなかった次の瞬間う子は息を切らせて駆け寄った そして、ババの砂地へ貼り付けたように伸びている黒吉の無残な姿をじっと見直すと、やがて彼の上半身をそっと抱き起こして、低くつぶやいた。黒ちゃん、すごかったわよ。え、本当にすごかったわ。そして。 夢見るように薄く口を開きながら高い高い小屋の天井を見上げていた八。長い長い真っ暗な針地獄の中に喘ぎ続けてふと気がついた時黒吉は 消毒薬のムッとするセレオインの片隅に転がっている自分を発見した俺はまだ死なかかったんか夢うつつの中にそう思いながら最初に気づいたのはわずかに左の目と口元だけを残して自分の顔も頭も体全体が厚ぼったい包帯に包まれているということだった。 するとみるみるうちに目がくらんできて忘れていた痛みが急にじくじくとよみがえり押し寄せてきて再び黒吉は果てしもない昏睡の中に引きずり込まれていったそれからまたどのくらいたったであろうか煙のように「洋子の顔」が浮かんでハッと目を開けたが だが、相変わらず体はベッドに釘付けにされたようにびくともしなかった。痛みと悪寒に似た苦痛とが血の脈に乗って、ひくひくと足指の先にまで染み通っていった。ようちゃん！上ごとのようにつぶやいてもかろうじて唇の旗がかすかに痙攣するに過ぎなかった。 視力の鈍った左の目の一つで遠近さえ判然とせぬ病室の天井をじっと見つめているとその中にぽっかりと心持ち頬をこわばらした女の顔が映った「うちゃん!」もやのかかったような目がもどかしくパチパチまばたきしたがでもやっぱり薄物を通したようにしか映らなかったそして、 その病室全体が急に生ぬるくゆがんでくるとほろりと熱い涙が目の縁の包帯に吸い込まれて辺りがパッと暗くなったおや俺はいいていたのか。そんなことを思いながらその女の顔をしげしげと見つめたが目のせいかそれは洋子ではないようだ看護婦 とも思われたけどその顔はどこかで自分が見た顔であった看護婦なら知ってるはずがない目をつぶるともう考えることそれ自体が物うくなってきた目をつぶった自分の耳元でその女が何かボソボソとささやいたようであったがそれは何であったかよく聞こえなかったしまた 聞こうとするのもかっ,たるかったただ体中まるでひびの入ったように熱っぽく苦痛であったそれから一週間以上もたったであろうかもともと体の人一倍丈夫だった黒口は目に見えてどんどん回復していったそして口が聞けるようになるとまず最初に聞いたのはもちろん極東極馬団の消息であった。 しかし会心に来た医者が気の毒そうに小声で答えたその返事は黒吉をまたも深い深い谷底へ蹴落としてしまったのだあの曲場談は解散してしまったんですよそういった医者の言葉はあの小屋の天空から真っ逆さまに墜落した時よりももっともっとひどい失望を彼に与えた先生 ほたすかるでしょうかだいじょうぶだともまったく運がよかったんだよおちたところがすなのうえだったからねどうしたいいたいかねうんうんほらしんだほうがよかったなそのほうがさっぱりすら極東がかいさんしちゃ の食い上げで、何よりもようちゃんと分からなければならないそれに俺は六日もできねえし雇ってくれるもんなんかない医者がほかに回っていってしまってからも黒吉は一人でボソボソつぶやき続けただが待てよ 一体誰がここに入院させてくれたのだろう親方<館>でも親方にそんな余分な金があろうはずがないあるならまさか解散はしなかったろう誰だろうもちろん黒吉はそのわずかばかりの給料を蓄えてはいなかった彼は陽子の関心を買うために そのほとんど全部を費やしてしまっていたのだ「この親切な人は誰だろう?」と同時に「最初のうち夢うつつに見た女の人か?」と思ったでもそれが誰であろうか「ようちゃんなら」と胸を弾ませてみたけれど 第一あの顔は陽子ではなかったようだしそれにあの浪費家の陽子がそんな金を持っているはずがないのだしかし誰かわからないながらも黒吉はいくらか元気づいてきた「俺をかばってくれる人があるんだ」と思うと陰惨な局馬団に育った彼だけにとても温かいものを感じるのであった。 そしてその人に心からお礼を言ってみたかった大けがをしながらいつになく心がウキウキする8の2いつものようにまた会心の意思が入ってきたどうだね 熱い金眼鏡の奥で朗イが柔和に笑ったええだいぶいいですそうかそれはよかったないい具合だったいつ退院できるんですかねまだまだそう慌ててはいかんよドンキにしていたまえでも でもハッ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 君そう心配しなくていいよここはセリョインだからセリョイン黒吉にはそんな言葉の意味がなんだかわからなかったけれど <laughs> 大して金のいらないところなんだなと推察することができたそして じゃあと去りかけた医者に「先生どこか局場団をご存じでないかな?」うんなぜだねローイは振り返ったそのここを出れば食わなきゃならんもの黒吉は哀がんするようにメガネの奥の目を見上げた君 まだあの曲芸をするつもりなのかねその片足でえ黒吉はがく然とした片足このひと言はまさしく晴天の霹靂であった黒吉は何か分からぬぞっとした恐れにブルブル震えながら思わず腕の痛みも忘れて胸から腹 はらからこしとなぜてみた。そして腰からああ腰からいくらなぜてみても彼の手はそこまでくるとすとんと敷布の上に落ちてしまうのだったああ俺には右足がない俺にはもう右足がなくなっているぞ幾重にもまかれた厚ぼったい包帯の下で 額がねっとりと汗ばみ全身の血がスーッと引いていくのを感じた辺り一面毒ガスでもまかれたように息苦しくなってきた俺は恐ろしい不具者になってしまったこれからの浮世を何によってしのいでいけというのだあまりにも無残な自分の星に 涙もかれ果てていたどうせ切り落とすならいっそひと思いに左足も右手も左手もざっぱり切ってしまえばいいのにどうせもうこの俺にはあの空を飛べないのだそうだあの空を飛ぶことができないのだすると 黒吉の頭にはあの曲芸の持つ不思議な空の感覚への憧れが本流のように渦を巻いて飛び散るのであったもう一度もうたった一度でいいからあの快感を心のままに味わってみたい8-3 翌日になって黒吉はもう片足のことはすっかり諦めてはいたがそれでも「空を飛びたい!」という欲望はなお一層熾烈になっていくのだったあのグーングーンと全体に響く快いブランコのこ動、あっ!」と思った瞬間悟空を飛翔する虚無の透水感そして ふと目ののに浮かぶ明日の夢なんとそれは魅力のあるものであろうか黒吉はすでにこの人のうかがってはならぬ白日の用務のとりこになってしまったのであった全身の支柱を失った空中にある時に限ってなぜあのようなとてつもないそしてまたぞっとするほど正確な明日を見ることができるのだろうか これはとても簡単に解くことのできぬ心理現象であるしかし黒吉にとってはそれが催眠術であろうが妖術であろうがそんなことは全然問題でなかったまるでアヘン中毒者のようにそれがどんな結果をもたらそうと知ったことではなかったのだただそれに溺れきれれば幸福であったのだ 黒吉は日がない一日しみだらけの天井をにらんだままそのことばかりを考えていた「コツコツコツ」コツコツと廊下を渡る足音がぴったり黒吉の部屋の前で止まると「もうよろしいのですか?」といった声は正しく女の声で黒吉の鼓膜に残っている声であった。 ようこ片足と空を飛ぶことばかり考えていて忘れかけていた名前をビクッと思い出したほとんど同時にドアが開けられると静かに入ってきたのは期待したよう子ではなくあのよしこの姿であったよしこちゃんか黒吉は露骨にがっかりして 起こしかけていた半身を倒した。クロちゃん、どう？ああ、うん。でも、こんなに早く良くなって。よかったわね。ああ、うん。まだ気分が悪いの？ああ、うん。もうすっかりいいんだ。そう。よかったわね。陽子ちゃんは。 よ,うこちゃんよしこは一瞬いやーな顔をしたようだったがすぐさりげなく「ようちゃんはね解散するとすぐよしまさの東京のおじさんを頼っていくって言ったわよしまさと黒吉はカッと胸のほてるのを感じたよう子とあのきざな生っ白いよしまさとが」 まるで新婚気取りで汽車に揺られていったのかと思うと目のくらむような不快にドキドキと鼓動が高まってきたようちゃんも悪いわね一度くらいクロちゃんを見舞っていってもいいのによう子はわざと思わせぶりにそう言って黒吉の顔をのぞき込んだち、ッ何言ってやがんだいと 口のまで言葉が出ながらそれは声とはならなかったただ口がビクビクと震えてゆがむとなぜか涙がハラハラと落ちたあらどうしたのううんちょっと痛かったんだ足が黒吉は顔を背けた足ではない 胸の中が張り裂けるほど痛かったのだしばらくして黒吉はやっと向き直ったよっちゃんすまなかったね時々見舞いに来てくれたんだろう。どこへも行かないのかいあらすまないなんてやだわお見舞いに来んの当たり前じゃないのあたし黒ちゃんがかわいそうだしそれに その最後の言葉は口の中で消えてしまったけれどそれでも十分意味が分かった「よっちゃん親切ありがとう」だけど俺もう俺はもう前よかもっともっと汚くなっちまったんだよおまけに片足のびっことくらフッフ黒吉の声も上ずってかすれていた 知ってるわ。だからいっそう同情しちゃったのん、ッ <laughs> 生言ったらいいのいいのよあたしあなたの気持ちが好きなの顔なんかびっこなんかよしこはさすがにちょっと顔をわからめて横を向いた。 そのあからんだ耳たぶにかかった二三本の遅れ毛がかすかに震えていた黒吉はこの少女とも思えぬよしこの大胆な言葉に半ばあっけに取られていたあの肉自慢を着て飛び回っていたよしこ。おしゃべりのよしこ。それが今こうして貧しげながらもたった一枚の着物を着大人のような帯を締めていると その言葉のようによしこはもう大人だったのだあのはつらつとした春の草のような世紀が激しい音を立て血管の中を走っているにそういないそのいかにも窮屈げな胸の膨らみまろく駆けり落ちる腰の曲線それはよウこのそれのように胸を締めつける力ではなかったけれど ほのぼのとにおう生の美であった8 4黒吉は目をつぶったこのそやな真剣なよしこに飛び込んでこられながらなぜかそれを忘れなければならぬと思っていた黒吉の胸にはあのコケティッシュなヨ子の面影が あまりに生々しく焼き付いてしまっていたのだ洋子は義政と一緒に行ってしまったのだ洋子はお前なんかもう眼中にないのだぞと思いながらもやっぱり諦めきれぬ未練な黒吉であった「よしちゃん俺はやっぱりここを出たら曲芸をやろうと思うよ」 黒吉は笑いを変えて話しかけたあらそんな不自由な体ででも俺にゃあの中乗りの気持ちが忘れられないんだ何もかも忘れて飛びたいでもねあなたに言うのはかえって逆だけれどあの中乗りは本当の呼吸もんでしょ ブランコと呼吸とがぴったり合わなけりゃ危ないわよそうさそれがそれが片足になったらその呼吸が全然違うじゃないの片足で振るときと両足で勢いをつけるのとじゃまるで違うわおそらくあの半分も飛べないわうんそうだ いかにもそうだ黒吉はがっかりして考え込んでしまった俺にはもうあの曲芸ができないのか宙を飛ぶことができないのかよっちゃん何かいい工夫はないかしら何でもいい何でもいいから俺はこの体を思い切りぶっ飛ばしてみたいのだねえ いっそ高い山から飛び降りてやろうか黒吉は歯を鳴らしていた君君あのロイが回ってきたそう興奮してはいかんねどうしたあ先生先生空を飛ぶ商売はないでしょうか思い切り飛べるような足がなくてもいいような ロイはその急な質問にしばらくポカンとして包帯の中から左の目ばかり光らしている黒吉を見つめていたが「じゃあ君飛行機はどうだい?」と言っても君には操縦はできまいしねあそうそういいことがあるよこの町から汽車で3つ目の町に柏木航空研究所っていうのがあってね 時々飛行機の音が聞こえるだろう。あそこでパラシューターを募集しているそうだよ。それならどうだい。パラシューター？知らんのかい？そら飛行機から落下山で飛び降りるのさ。あ、あれか。ハリアス的だ。だけど先生、もうマインじゃないかしら。 どうしてどうしてなかなか満員なんかにならんよ何しろ命がけの仕事だからねあそこじゃ新型のパラシュートを研究しているんでその実地試験をやらせるらしいねそれで募集しているらしいが何でも1回で10円くれるそうだよ10円 !?10 円もくれるんですか黒吉自身も そばにいたよしこも思わず目を丸くした彼らは十円札なんてめったに見たことはなかったのだ「十円は安いよパラシュートが開かなかったらそれっきり織田つじゃないかさあ手当てをしよう」そう言うともう看護婦を手伝わして包帯を解き始めていた しかし黒吉は傷の痛みどころかあの青空を咲き銀翼をひらめかしてバクバクとした雲の峰を乗り越えていく飛行機の爽快な姿そしてその飛行機からひらりと飛び降りるさっそうたる自分の姿の想像に我を忘れている始末だったパラシューターパラシューター 黒吉はその今聞いたばかりの外国語を生まれる前からの憧れの言葉でもあったかのように幾度も幾度もつぶやき続けていたまた見られるであろうあの空の白昼夢俺は今度どんな幻を見るだろうもしかすると陽ちゃんと俺とが 胸がドキドキと高まってきた怪しい幻影の魅力彼は目がくらむほどぞくぞくと興奮し蒸気していたよしこはよしこで高級鳥になった黒吉を想像して乳首に痛さを感じていた 9それからひと月とはたたぬ頃醜いしかも片足のない不気味な子男が柏木航空研究所の受付を訪れた言うまでもなくそれはカラス黒吉であった受付の男はこの怪物のような子男がパラシュート志願と聞いて 笑い出す前にあきれ果ててしまった君が冗談じゃないよ一体パラシューターってのはなんだか知ってんのかねへっへっへ君がパラシューターになれるんだったら100年も前にこの俺がなってるぜだが黒吉はその嘲笑をこらえて必要な押し問答の挙句 ともかくも所長まで取り次いでもらうまでに幾度涙を流したことかその所長も黒吉を一目見たきりで「君かいパラシューター志願ってのは」とむしろあぜんとしていた「僕です」「頼みます」「ぜひお願いします」ダメだよ普通の人間でさえなかなか難しいのに。 君は片足じゃないか。でもパラシューターに足なんかいらないでしょ僕は元曲芸師だったんですどんな難しい曲芸でもやっていたんです飛行機から飛び降りるくらい何でもありませんお願いしますぜひお願いしますこのパラシューター以外に僕は生きていかれないんです黒吉はまたそこでも受付の時と同じように つばきが枯れてしまうのではないかと思われるほど哀がんしなければならなかったこの醜悪無残なフグ者が目にいっぱい涙をためて哀がんする様はあいせつというよりもむしろ生産であった「お頼みしますたとえ死んだって僕のせいです」「できるかできないか試すだけでもぜひ」 がんとして承諾しなかった所長もついには根負けして「しようがないね君じゃあ死んでもいいなら一度やってみるさ」と吐き出すように言って口をへの字に結んでしまったその時の黒吉の喜びそれはとても何と言ってよいか口に表すことはできなかった あのものすごい顔いっぱいにゆがんだ笑いをみなぎらせ不自由な松葉勢を振り回すようにして部屋の中をコツンコツンと歩き回り果ては異様な梅きに似た歓声を上げるのだったそして心配げに付き添ってきたよしこの姿を門の外に発見するとバッタのように走っていきまるで赤ん坊のようにしがみついて泣きだした。 よくくももこう涙が続くものか、と思われるほどそれから半月ほどたって黒口は体も本当になり地上練習も終わって初めて飛行機に同乗してみることになった初めて乗った機上の感じそれはまた何という素晴らしいものであろう爆音は、 すべてのいまわしい記憶を打ち消して流れ仰ぐ無限の青空その中には彼の醜い要望を気にする何者もないのだそれだけでも彼にとってはこの上もない湯越なのだ見よはるか眼下にドロンとよどんだ山銀河のようにくねくねした流れ森は ひょろひょろとよろめきながら後ずさりし納盆の,のような海は時々妬ましげな視線をキラリと投げかけるやがてケチくさいまだらな悪太と化した地球はだんだんに遠ざかっていく黒吉はすっかり有頂天になっていたこりゃ思ったよりずっとずっとすてきなもんだぞ 俺はこの風景をくるくる回しながら飛び降りるんだその黙りこくった世界にはまた思い切ったおしゃべりな夢があるに違いないそう思うと今すぐにも飛び降りたい衝動に駆られ思わず戸を握りしめて機体を乗り出し幾度となくはるか外界をのぞき見るのだった。 どうでしたのこの研究所から受けるわずかばかりの手当てでともかくも黒吉はその日には困らなかったよしこはこの小さな町にたった1軒あるカフェの助給に住み込んだそして通勤するほどもらいのないそのカフェ緊張の主人の目を盗んでは 黒吉のゴロゴロしている荒物屋の2階にしばしば訪ねてくるのだったどうでしたのああすごいぜよっちゃんあらそうだって何て言うかなとにかく曲芸なんて飛行機に比べたら鼻くそみたいなもんだぜいいなあ飛行機はまあ すてきなんでしょうねあたしも乗ってみたいなダメさ女なんてあらそんなのないわ女だからダメだなんてひどいわひどいわよしこは巧みに鼻を鳴らすと渾身の美体を波打たせ黒吉の肩をゆすったよせよ黒吉は口でそう言いながら よしこの丸い肩をゴツゴツした手で抱きかかえていた黒吉は自分自身不思議であった他人はもとより自分でもこの身この要望が人一,一倍醜いことをよく知っていた生まれつき部男であった黒吉はあのブランコからの墜落で片足と片目を失いその上顔の右上から斜め下に 太いミミズのようなひっつりを作ってしまった今自分ですら進んで鏡を見たくないほどのいや黒吉は以前からこの厨房をありのままに映し出す鏡というものに激しい嫌悪を持っていたのであるがそれほど美しからぬ自分になぜこうもあの陽子といいよしこといい特別の好意を持ってくれるのであろうか。これが 女のもの好きなのであろうかそれとも極端から極端を好む女の心理なのであろうかよっちゃん黒吉はよしこのやわらかい肩にあごをのせてその透き通ったような白いうなじにみとれながらよっちゃんなぜ俺なんかが好きなんだいこんな化け物みたいな男が。 店にはもっと色男がいっぱい来るだろうに何言ってんのさフ店に来るような色男ぶった生っ白いやつなんか大嫌いだよ上べはすましているくせに考えてることはみんな同じさどうせあんなところに来るやつは色書きばかりさあさましいったのかなんたのか嫌になっちまう よしこは思いがけぬほど強い口調ではき出すようにお客様をけなしつけた「フ私はねあんな猿みたいな野郎よりあんたみたいな心持ちのさっぱりした人が好きなんだよ」これが十六娘のませた恋愛心理だった他人よりも恋愛については20年も経験を積んでいるよしこだった。 欲馬団にいるころはあんなにこどもこどもしていた少女だと思っていたのにそうかじゃあ女の子に好かれるにはわざと知らん顔をした方がいいんだねまあそうねだけどちょいちょいやったら承知しないわよよしこは大人のようににらんでみせたしないよ俺は そんんなことするもんか。黒吉はその遅れがみのかかったうなじを燃えるように見つめると「しないともするもんか」そう言いながら手を回してよしこの肉付きのいい胸に手をかけた時そのへこおびの上に思いもかけぬふくよかな肉の隆起があって「あっ!」と思うほど柔らかく。 暖かく、悩ましふるえる指先を吸盤のように奪うのだった振り返ったよしこは黙って複雑に笑っていたもうその顔は少女ではなかったあらダメよダメよそう言いながら、 黒吉の手をしっかり胸のところに抱いたまま離そうとしなかったそうして目をつぶっていた黒吉も目をつぶった腕の中になよなよとうごめく悩ましき肉体はまぶたの陽子と二重移しになってまるであの陽子を力いっぱい抱きしめているような気がしてきた ようちゃん。そう思うともう腕の中の女はよしこではなかった情熱が脈管の中をどよめき走ったようちゃん胸の中でそう叫び叫びながらよしこにほおずりし抱きすくめていったその日黒吉はようこと結婚し よしこは黒吉と結婚した混ぜた二人はお互いにそれで満足したのであった九の三。あの素晴らしい同乗試験が二三回済むといよいよ黒吉は生命の名は一本に身を託すパラシューターとして第一回の飛び降りを決行することになった。 飛び降りてから、口の中で5つを数えてからぐっと力に任せ綱を引いてパラシュートを開かせるそしてゆたりゆたりと空のコスモポリタンを決め込めばいいのだだがそれはなんというスリルに富んだ一瞬であろうもし綱を引いてもパラシュートが開かなかったら 千が一万が一いや絶対に黒吉は生きてこの地上に立つことはできないのだその上ここのパラシュートは言ってみれば試験中のもので誰が絶対に安全の保障を成し得ようか設計した技師も自信は持ててもその最後の点にはこの実地試験を幾度も繰り返さなければならないのだ もし畳み方一つに過ちがあったら黒吉の体はこっぱみじんとなってしまうことは火を見るよりも明らかなのだなんという恐ろしい仕事であろうなんという命知らずの試験であろうパラシューターそれは大空のコスモポリタンであるその日 地上では研究所の所員たちがこのフグ社の黒騎士が一体どんな飛び降りぶりをするかと固唾をのんで爆音を青空に流して改装する銀翼をじっと見つめていた飛行機は硬直したトンビのような格好をして回っていたこの旧式練習機は操縦士からの命令を聞くためには耳に電線管を挟んでいなければならなかった おーいひどく大きな声が蚊の鳴くように黒吉の鼓膜に響いた辺りがあまり検温に満たされているのでその声が大きいのか小さいのかはっきりしなかった東北風が1 0ルくらいあるから飛行場が右に見えたら飛び降りるちょうど飛行場に流れていくだろう もう少しだいいかおいよーい操縦士の声が途切れ途切れに流れてきた黒吉は静かに電線機を耳から外しバンドを外したそしてしっかり背中に背負ったパラシュートを手を回してなぜながら目をつぶった 目の底には何もなかった。怖くもなかったそしてまた静かに目を分けると前方の操縦士がキラリと飛行眼鏡を光らせて振り返りながら手を振っていた地上の署員の目に飛行機がキラリと光ったそしてその機体から塵のようなシミが ポロリと一方黒吉は泳ぐようにして銀翼を離れると真っ暗な手応えのない世界をどこまでもどこまでも落ちていった激しく炸裂し動揺し本当する空気の中に全ての色彩や感覚から解放された黒吉の頭には一瞬 得体の知れぬ虹のようなものが火花を散らして爆発したと次の瞬間にはそこに見覚えのないかわいい娘の顔が現れじっと微笑を含んで黒吉を見つめるのだった誰もう一度見直そうとぐっと力を入れて体をひねった途端足元で。 ダイイナマイトがうしたような凄まじい音がしたと同時に黒吉はものすごい力で数十メートルもつり上げられ空中をめちゃくちゃに振り回されるような気がしたパラシュートが開いたのだ黒吉がぐっと体をひねった瞬間無意識にパラシュートを開く綱を引いたのだ あのまま夢によってパラシュートを開くことを忘れていたらもちろん真っ逆さまに地面へたたきつけられていたことだろう彼は力強い綱で宙につらされてからあの不思議な幻に淘水していた自分を思いぞっと背筋を走る悪感を覚えた恐る恐る下をのぞき見るともう地面は間近に迫って 畑の中の一本松がまるで沼の中のもぐさのようにくねくねと揺らぎながら伸び上がってくるのだった黒吉が地面へ降り立つと署員たちは心配そうな顔をして駆け寄ったけれど彼は黙って松葉杖を受け取るとそれらの人を振り切るようにして。 あてもない広い飛行場をぴょこりぴょこりと歩き出した頭の中はあの幻の中の娘に占領されていた誰だろうあっ彼はギクンと立ち止まったあのあの陽ちゃんではないかそうだ。 ようちゃんたしかにようちゃんだ,にゃんだあの虹の中のようちゃんははっきりは見えなかったけれどどうやらゆいわたを言っていたようだなぜだろう行く手極まりない飛行場のように大きな疑問だったあまりようちゃんのことばかり考えてたせいかなそれにしても 洋子がかつて言ったこともない結綿姿なぞなぜあの幻の中に見えたのであろう空を飛ぶ時の夢は予言の夢だそうすると近く結綿姿の洋ちゃんに会うのじゃないだろうか黒吉はハッと顔を上げて青空をにらんだその瞳は 気のせいか獣のように光っていたうちゃんは義政と東京に行ったんじゃないかがっくりとうなだれたとても会えるはずがない黒吉は研究所の裏門を抜けるとポコポコとしたしらちゃけたほこりっぽい道をあてもなく町外れの方に歩いた。 頭は熱っぽく蒸気し引きずるような片足は板のように硬かった疲れるにつれて今度はたまらなくやるせなくなってきたわっと泣きたいようないきなり往来の真ん中にぶったおれてみたいようなカラカラに乾いた喉とちばしった瞳にふとちょっと一杯千鳥食堂 はげちょろの看板をぶら下げた居酒屋が映ったしみだらけののれんをぐいと肩で押して入った中は土間に三四客の長将棋を置いただけのひどく殺風景な薄暗い店であった誰もいなかった「おーい!」と黒吉が声をかけるとすぐ店に続いて 一段高くなっている今のすすぼけたたんすの陰から「えい!と」としゃがれた返事がしたそのおやじの声を引き取るように「あらいらっしゃい!と」とこの古ぼけた居酒屋に似合わぬ陽気な若い女の声がすると 赤い塗り桁を引っ掛けた結わたの女がパッと花が咲いたように出てきたいらっしゃい何を。ああらようちゃんう子がやっぱりあの空の夢は本当だったんだ黒吉はがく然としたそして アホのようにポカンと口を開けて突っ立ったまま口もきけなかった義政と東京に行ったという陽ちゃんがなぜこんなところの居酒屋になぜなぜなぜ陽ちゃんしばらくだったなあ。 本当にあの東京に行ったって聞いたけどそうよ一度東京に行くことは言ったのだけど尋ねる伯父が何のことはないこの町に帰ったって言うんでまた来たわけなのよふんそうかあのあの義、ー、政はどうしたんだい 吉あああいつしようがないやつさんあんまりしつっこいから東京でまいちゃったんさよく知ってんねクロちゃんクロちゃんその言葉をあのかわいい赤い口からいくつき聞かなかったことだろう何十年も聞かなかったような気がする少女とは思えぬ鉄格調のうちに とろけるような陰律を持った陽子の言葉それが初う々うしく夕方に言い上げられよく油を通された髪は男の心を根底から揺り動かすものがあった髪のにおいと女の大衆との混ざったあの胸を刺す尾行おじさんの趣味でねこんな髪言ってんのよ そう言って心持ちうつむきながらなでつけた襟足の美しさ黒吉はもう目のくらむ思いがした「うちゃんうちゃん会いたかったなああったじゃないのああよかったほんとによかった」黒吉は、 長い年月探し求めていた宝玉にやっと手を触れた時のように興奮し感激していた葉子は以前から醜かった少年がなお一層片目とびっこという化け物のような姿に変わったのにちょっとびっくりした以外別に再会したことにはさして感激もしていなかった言ってみれば黒吉一人で感激し興奮していたのだ でも、この2人がこんなところで再会したというのは全くどう考えても偶然だった黒吉には陽子のたった一人の叔父がここで居酒屋を開いていたということが神の引き合わせいやあの予言の夢の仕業であると思っていた陽ちゃん僕は陽ちゃんをここに来る前に見つけてたんだよ あろいつさっきさほら前に言ったことがあるだろうあの空を飛ぶ時に見る夢さあれだよ今日パラシュートで飛び降りた時にふっと陽ちゃんの顔を見たんだぜまあそうなの陽子はちょっと恐ろしげな顔をした気味が悪いわね 気味悪くないさ。僕は,僕はいつもうちゃんのことばっかり思ってたんだもんまああたしそんなこと言う人嫌いよどうして男ってそうなんだろうなよしまさもそんなことばかり言うから嫌いになっちゃってさよならしちまったんだしよしまさがちくしょうよしまさがちゃんを好きだなんて 黒吉は思わず松葉杖を握りしめた。どうしたの、クロちゃん。ああ、いや、どうもしないよ。そうねえ、ようちゃん、俺んところへ遊びに来ないかそうね。そう、ありがとう。俺んとこはね、研究所の正門の通りね、あれをまっすぐ行った左側の 広田屋っていう荒物屋その2階だよ一人でいんのそうさもちろんあら偉いわねよく一人でやったけんのねそのうち行くわ本当だよきっとだよね十10の2 黒吉は退院して以来初めての朗らかさで何かわけのわからぬ鼻歌を歌いながら大人のように酔っ払って帰ってきた後に好奇心に瞳を輝かせながら洋子がついてくるのも知らずにまあ、どうしたの今日は。やっとはうようにして2階への階段を上がりきろうとした時 いきなり頭の上からそう声をかけられてギクンとしたなんだよしこうかあらすごい元気ねそうさ黒吉は片足を投げ出すと「よっちゃん今日はねようちゃんに会ったんだよえようちゃんに?」 ようん、ちゃんようこだよ俺と仲よしのまあそうどこでよしこは気のせいか嫌な顔してうつむいたあのね裏もんのとこに千鳥っていう飲み屋があるだろあそこだよああ,あそこなのどうりで。 店に来るお客さんがそう言ってたわ。近頃あそこにとてもきれいなのが来たんだぜっておかげで研究所の人たちはみんなあっちへ行っちゃうのよきっと陽ちゃんを張りに行くのねふんかわって黒吉が嫌な顔をして黙ってしまったねえクロちゃん陽ちゃんとあたしとどっちが好きなの うんねえねえどう俺は陽ちゃんもええどうせそうでしょあたしなんかいや陽ちゃん陽ちゃんそういうわけじゃないんだよねね黒吉は、 自分でもその酒臭い息を持て余しながらよしこの震える肩をしっかりと抱き寄せると「よっちゃん変に思わないでおくれよ俺は久しぶりでようちゃんに会ったって言っただけじゃないかねそれだけなんだよその時ミシミシ階段がきしむと間の悪いことにようこがひょっこり上がってきたあら 陽子は上がり口の手すりをつかんだまま一目でこの狭い部屋の中の様子を見極めるとクロちゃんお楽しみねハ <laughs> 一人だよなんておかしくってやっちゃんお久しぶりせいぜいそのフグの化け物をかわいがってやってくださいね退屈だからちょっとからかってやろうと思って来たんだけど先約があっちゃねえ ごゆっくりさよならあようちゃんバッとよしこを話した黒吉は何かしまったと思いながら必死になってようちゃんようちゃん誤解しないでおくれよなんでもないんだよちょうど今よっちゃんが遊びに来たんでその そのちゃんのとこへ行ってみようかって言ってたんだよそれだけだよもうたくさん来てくれなくて結構よわざわざあたしを呼んでおいて二人で見せつけようなんて <laughs> 黒吉さんも相当なもんなら女もそうだよクロちゃんあんたこそ誤解しないでちょうだいよ 私のところに来てくださる相談ならまさか抱き合ってまで言う話でもなかろうからね心持ち蒼白になって剣の浮いた陽子の顔はぞっとするほどすごく美しかった幼くして妊婦の面影のあった陽子の姉子じみた鉄格調は 火のように激しく辛辣に黒吉の胸をえぐったまして心底から全身をささげて恋したった夢にも忘れえぬう子に無残にも愛想をづかされた激しい言葉は毒針のように脳天から突き通ったのだうちゃんそんな追いかけるように見上げた黒吉の 大きく見開かれたたった一つの目はあふれる涙にぬれていた「もういいの」「聞きたくないわ」洋子は走るように階段を下りていってしまったま待って不自由な片足ではねるように夢中で後を追った黒吉はあっ と思った瞬間真っ逆さまに階段から転がり落ちてしまった「うん<ー>」と息が詰まって一瞬視力の鈍った網膜にさっさと振り向きもしないで帰っていくようこのうごめく腰が映った不思議にもそれは着物も何も着ていない赤裸々な悩ましい腰であった 十のクロちゃんやっとよしこの肩を借りて2階へ登ってくるとよしこはいかにもあきれ果てたというようにクロちゃん何ていう集体なのよくもこの私に泥を塗ったわねフようちゃんが来たからって。 何も大慌てで飛びのかなくてもいいじゃないのそんなにこの私が嫌いならなぜ嫌いのようにしないのさ私は不自由でかわいそうだと思えばこそ来てやるのにつけやがってさふんだ陽子じゃないけど私の方でごめんこむるわよまったくそんな化け物みたいな顔してよっちゃんがおかしいわ よしてよ、もうよっちゃんなんてよんでもらいますまいあたしはバカだったわね生実家の同情がこんな男にいいようにされて嫌われて <laughs> 面白いもんねお大バカのよしこかみつくようにどなっていたよしこも しまいには鼻声になってこみ上げてくるすすり泣きをたもとで抑さえたまま出ていってしまった黒吉はもうそれを止める元気もなかった何故とはなく止めどなくあふれる涙を拭う気力もなかった一瞬にしてようことよしことを失ってしまった自分それが大暴雨のあとのように うに信じられないような、いよそのくせまだどこかに不気味なものが残っているようなこうしている今にも陽子とよしことが「こんにちは」と笑いながら入ってきそうな妙な気持ちだっただがそれはあまりにもむごい一瞬だったあれほどまでに自分をいたわってくれていたよしこ、 それがこのちょっとした手違いからもう遠く自分から離れてしまったのだよしこにはすまない話だけれどそれにちょっと考えると妙なことだけれど自分の本当に恋し本当に満足させてくれていたのはよしこではないやっぱりようこだったのだ黒吉はよしこを抱きしめながらようこのことを思い そしてそれをヨ子のように愛武していた言ってみればよしこの肉体は黒吉にとってヨ子の幻想であったのだ温かい現実的な写し絵にすぎなかったのだ黒吉はよしこを精いっぱい抱きながらヨ子の香りに酔っていたなんという異常な恋愛であろう なんという激しい陽子への死母であろうあの局場団の嵐の夜の最初の接奮それは黒吉がまだ当の時であった黒吉にはその哀れな傀儡であった佳子を忘れても陽子を忘れることはできなかった陽ちゃん黒吉は放り落ちる涙の中で 幾度も幾度もその名を呼び続けたそれからの黒吉は研究所の書員たちに笑われ肝心の陽子にすらすげさまれながらそれでもわずかな暇を盗んでは不自由な足を引きずってあの千鳥食堂に通い詰めるのだったあの局場団が解散する頃には もう移りげなう子からすっかり見放されていた黒吉がなお一層集会な要望となってしまった今改めてう子の関心を買うことはとてもできない相談だった一度はともかく家へも来てくれたのだからと黒吉は胸の中で思っていたのであろうけどう子にしてみれば移り気の多い女の特徴として 何気なく半ば無意識に寄ってみたまででまして、曲馬団時代の競争者、よし子とむつまじげな様子をわざと見せつけられたような気がし。は<っ>と反感をましこそすれこの貧しい武少年に笑顔一つ見せる義理はなかった。洋子はそんなものに相手はしていられないほど美しく、ちやほやされすぎていた。 また金回りのいい高級書院やどこからか鍵ぎつけてくる金持ちの息子どもの艦隊の中に忙しくそれと反対的に自分の過去を知りすぎている黒吉を邪魔には思ってもいい顔一つしようわけがなかった洋子に礼遇されればされるほど黒吉の連状はいや増すばかりであった洋子はしつっこく通う黒吉の前で わざと他の男の膝に乗って見せびらかしたりなどしただが黒吉はただ黙って寂しく顔をゆがめて笑うきりだった心の中はかきむしられるように痛く悲しかったけれど上辺はただニヤニヤと笑う恋に弱い黒吉だった洋子はこの無反応の黒吉にかえって躍起となって 有頂天になった男どもの群れの中に強いてまで身を投げ込んでいくのであったそれはどうにもこのままでは長いこと続きそうもない不気味な気配を感じられるのだったしかし一度彼が身を気丈に託して大空から飛び降りるその瞬間の幻影の中では黒吉は くことない愛 v e をう子に与えることができるのだったようちゃん東京に行ったって聞いた時は寂しかったよそうごめんなさいねいいんだよ今はこうして一緒にいられるからとてもうれしいんだよそうね私もよ クロちゃんに会いたくてここへ来たようねうんそうなら嬉しいんだけどでもよっちゃんに悪いわ何言ってんだよあんなやつ何でもないんだよ本当にただ遊びに来るだけなんだよあらそう本当ならいいけど本当だよ 危ない黒吉が陽子の方に手を差し伸べた途端ものすごい音がしてパラシュートが開くとその楽しい幻影は跡形もなく消えうせて虚空を木の葉のように流れ落ちてゆく黒吉それは哀れな現実だっただが黒吉はその夢の再生を信じていたいつかは そうなるとそして相変わらず夜は千鳥の片隅で一人のけもののようにポツンと腰掛けたまま舐めるように陽子の全身を見回し昼は大空の夢の中に陽子をしっかりと抱くのであった十一の二。 この頃は黒吉はあの恐ろしい空の冒険を自分から進んで日に2度も3度もやってのけるのだったそして飛行のない日は全く気抜けのしたように研究所の片隅で松葉づえを抱えたまましょんぼりと考え込んでいたそれは空を飛び降りる時の怪しい幻影にのみ楽しみをつないでいる寂しい男の姿だった しかしこのたった一つ残された夢というオアシスにもとうとう恐ろしい破局が訪れてきたそれはまだう子の誤解も解けてむつまじく話すことの実現しない矢先に突然この町から少しばかり離れた資産家の化粧品商の息子とあのう子とが近々結婚することになったという。 彼としてはいきなり先人の谷へ突き落とされるような忌まわしい幻影なのであった黒吉はこのヨウを見た瞬間からすっかり心の平静を失ってしまった俺の楽しい夢俺の素晴らしい楽園はもうこっぱみじんにたたき壊されてしまうのだかつてあの空の白日むの外れたことはない とすればこの忌まわしい予言もきっと実現するに違いないなんという恐ろしいことであろう物心ついてから早くも一生の宿り着として心の奥底からそれこそ何者にもかえ難く愛し軽視慕っていたその偶像陽子がこの自分を捨てて結婚してしまうのだ 近頃の残酷にまで冷たいう子の仕打ちから見て「そんなことになりはしまいか!」と恐れていたことがいよいよ実現しようとしているのだあのこの世に咲いた最も美しき花陽子命よりも愛しこうた陽子それがむざむざと 見知らぬ男の公職な腕にしっかり抱かれようというのだなるほど俺はフグだおまけにブ男だだがブ男は生まれつきかつて陽子はそのブ男の黒吉と固い固い約束をしたではないかそして幼くして早くも女を教えてくれたのは 陽子ではなかったか。ったフグだって言ってみればヨ子と別れるのが辛さに局場団の解散を恐れて明日をのぞこうとして失敗したためなんだ臆病な虫と言われていた黒吉をともかく局場団の花形としたのもヨ子。母を知らぬ黒吉に最初の女性の優しみを与えてくれたのもヨ子。そして 最初の恋も最初の接吻も全て黒吉の周囲から陽子を切り離しては考えられないのだそしてまた今は最初の涙の失恋を彼女から与えられようとしている思っただけでもぞっと鳥肌が立つほど恐ろしかった なぜこんなことを考えなければならないのかそれが怖かった「本当」ってなければいいが「今のままでいい」優しい言葉一つかけてくれなくても冷たい目で見られてもそれでも毎日彼女の身近に自分があることだけでもいい黒吉はもうじっとしていられなかった薄暗くなりだした ぼうばくたる飛行場を横切って千鳥食堂へ急ぎ出した十一の三。夕日は腐った血の色だった不吉の前兆のような不気味な静かさが原っぱの上全体に押しかぶさって夕もやが威圧するようにあたりをこめていた。 そしてさっさつと雑草をなぎる青黒い風行く手にぼんやりと千鳥食堂の明かりが漂ってきたと同時に若い女の後ろ姿がほのぼのと影絵のように浮かび出てきたおやようこかな。その特徴のある悩ましい腰をゆすっていく女は正しく洋子であった。 ちくしょうあの化粧問屋の色男に会いに行くんだな黒吉は頭がカーッとほてってきたそして片足の男とは思われぬほどの恐ろしい速さではらっぱを駆け出した「うちゃん!」やっと追いついた黒吉はうわずったしわがれた声で飛びつくように呼び止めた。 えハッと振り向いたう子の顔には一瞬本能的な恐怖の黒い影が散ったうちゃん毎日会いながらこう二人っきりでうちゃんと呼んだのは本当に何月ぶりだろうそんなに嫌な顔しなくてもいいだろうそんなに俺が嫌なんかい俺は 俺は命がけでようちゃんのことを思ってるんだよ。ねね少しは察してくれてもいいじゃないか。ねなんとか返事をしてくれてもいいじゃないか。なまっちろい化粧品屋のせがれにまた会いに行くのかいええー、まあまあなぜそれを。<laughs> ろいたろ俺はんでも知ってるんだよ。そんなことないわよ今ちょっと用があってきたのよ洋子もこれほど熱烈な黒吉の気迫に少しかわいそうになったのかしんみりそうは言ったものの紛れさす月の光にこの呪われた周回無残な彼の顔が映るとぞっとして吐き出すように。 黒ちゃん、もうお互いにさよならしましょうよそれがお互いのためだわよねえクロちゃんもう昔のことはいい子だし極東の解散と一緒に他人になりましょうよ少しでもあたしにかわいがられたあんたは幸福もんだと思いなさいよあたしはね これからおっしゃるとおりあの人に会いに行くの今夜は向こう止まりうらやましくってもやを通してくる弱い月明かりにも彼女の顔には黒吉にとってもはや絶望の鋭い剣があったようちゃんもう一度でいいその手を握らしてくれ 《その丸い胸を抱かせて。それでいい》俺はそれで満足するんだ。ねもう一度。何言ってんのさビッコのバカお前さんの顔は化け物そっくりだよ変だそんな顔でよくも涼しいことが言えたもんだねせいぜいよしこうでも抱いてるさ。 秋の飛行場はものさみしい闇に包まれていた周囲はほの暗くフンヌに燃え立った黒吉の目は殺意を含んでギラギラと輝き不格好な体からは陰酸な血生臭い吐息が激しく乱れたうめくしょうと一緒に彼の左手はもう 白くくびれた陽子の喉元に食い込んでいたな何をするのよ陽子はその手を払いのけ黒吉の片足を侮っていきなり身をかわして逃げ出そうとした時だったカッと逆上した黒吉は松葉杖を振りかぶると渾身の力を込めてめちゃめちゃに陽子を殴りつけた たった一言の悲鳴でもろくも洋子は倒れてしまった黒吉はすでに悪魔のとりこだった彼は握りしめた松葉杖を抜き取るようにして放り出すと「畜生畜生!ちくしょう」苦しく叫びながらいきなり 倒れたれう子の体の上に獣のようにのしかかり力任せにぐいぐいと喉を締め上げたそれからどんなむごいことがこの全然人けのない腹っぱの中で行われたかただ彼女の真っ白い足の裏がもやに溶け込んだ青白い月の光の中にまるで 海底の人出のようにいぎたなく突き出されて見えそこら一面には着物や肌着などが嵐の後の花のように飛散し若い女の血のにおいが生臭く漂っているのだった十一の四。翌日中秋の空は高く ううらうらとした明るい日であったいつものように格納庫から離陸場へ引き出された飛行機は黒吉を乗せると昨夜この腹で無残な殺人が行われたのも知らず一点の雲もない青空にいかにも軽々と飛び込んでいったふと気がつくと黒吉の座席の足元の空き地いっぱいに何か 大きな風呂敷包みのようなものが窮屈そうに押し込められていたこんなものがいつの間に積み込まれたのか誰一人気づかなかったけれどだがそれはどうも陽子の死骸らしいのだそんな不吉な予感がするあんなにまで愛しあんなにまで恋たっていた陽子 その陽子にあんなにまで激しく侮蔑され嘲笑されようとは黒吉自身も思っていなかったことであまりのことにカッとした黒吉はいきなり目のくらむ思いがすると同時に半ば無我夢中のうちに陽子を死にまで落とし込んでしまいそしてその冷えてゆく美しき死骸に熱い熱い接吻をしたそして 初めて我に帰った黒吉だったあの蒸気を外れた曲馬団の楽屋裏の毒々しい色彩と強制と Y カと汗じみた肉自慢の中に初めて物心つき早くも美しき変質少女陽子を知り恋をしてきた黒吉あの渾身の力を込め虚無の一線を飛び移る曲芸の中に 不思議な自己催眠術を覚えた黒吉そしてまたフグになり一層変質になって陽子との楽しき夢ばかり寄っていてもはや夢と現実の境界さえ革然としないほどの黒吉その黒吉としてはむしろ当然であろうこの殺人の終端へまで来てしまったのだ しかし、陽子を殺害した黒吉は、たとえようもない幸福に酔っていた。陽子、あれほど慕っていた陽子が、今は自分の自由になるのだ。陽子は、もう嫌な顔一つしなかった。もう黒吉の醜い顔をいくら近づけても笑わなかった。いくらしっかり抱きしめても、 雨のような弾丸のような激しいせっぷんにそのにおうような鼻の顔がベトベトにぬれはててもなんという幸福であろうだがクロキチはその幸福にこれ以上酔っているわけにはいかなかった気のせいかはっと顔を上げてみると長い焼きの夜がすでに去ってもう空が しらじらと明るみかけてきていたのだ人に見られたら人に見られたらもうおしまいなことはわかりきっているこの陽子と引き離されたあげく自分は死刑の宣告を受けてどこかわけのわからぬ墓穴の中へ投げ込まれてしまうのだ死刑は別に恐ろしくなかったただ せっかく手に入れたう子と引き離されることが耐えられなかった黒吉はさんざん考えたあげくう子を空に連れていくことに考えついたのだったそう思いつくとう子の死体を長いことかかって格納庫まで引きずるように持ってき買って知った出入り口から忍び込んでたった1台しかない旧式練習機の 座席の足元から横に開いた特別広い空洞の中に無理やり押し込むとあとは知らん顔して飛行を待っていたのだった飛行機は飛び出した幸い誰も気づかなかった黒吉と陽子の空の新婚旅行が始まったのだ そばに供えられた高度計のメモりはぐんぐん回っていったはるかなる地球は騒々として足元にのたうっている黒吉はやがて思い出したようにその足元の風呂敷包みを解き始めた引きめくるようにその風呂敷が取られるといきなりむき出しにされたものはあの美しく年若き洋風洋子の それかそ,そしてすでに魂は去っていたがその青白い金星の取れた見事な死体は飛行機のぜんを受けてさも生けるもののようにくねくねと震え黒吉の膝の下に従順にひざまずいているのだったようちゃん俺の俺だけのようちゃん 精一杯に怒鳴った声ははかなくも枯空に飛散してしまったでも黒吉は幸福だった彼は飛行帽の中で熱い唇をペラペラなめずるとさもうれしそうに醜い顔をニタニタと崩しながら開かず洋子のみだらな姿に見入るのだった 十一の五。無限に澄み切った目の玉のとろけるような青空の中で黒吉は陽子をしっかり抱いたまま飛んでいたおい、い。よーい突然草和館を通して操縦士の太い声が伝わってきたはっとした黒吉は座席から伸び上がってはるか下界を見下ろすと 箱庭のような風景がいかにも陽子の死体を待ち受けるように手を広げてゆたりゆたりと踊っていた黒吉は発狂したのであろうかいきなりパラシュートを外すと飛行棒をかなぐり捨て飛行服までむしり取ってしまうとぐっと邪険に陽子の死骸を抱き上げたと同時にあっ と思った瞬間この銀色の機体からしっかり抱き合った全裸の男女がはるか下の遠い遠い地球めがけてまるで爆弾のようなすさまじい勢いでどこまでもどこまでも墜落していった黒吉は満足だった今まで毎日見慣れてきた 山や川や森や畑がこの自分だけ二人を優しく抱擁してくれるように思えたのだそれに何という神の祝福であろう空気の断層をつんざいて転落する自分の両腕には地獄までも離すまいと力のかぎり陽子を抱きしめているではないか黒吉の、 あの空を飛ぶ時の不可思議な白チュームは今や現実よりも明瞭に行われてきたではないかクロちゃん許してねやっぱり私はもうすっかりあなたのものよ分かってくれたねうちゃん俺の気持ちやっと分かってくれたね わかったわわわ。かったわもう決してあなたのそばは離れないわありがとうようちゃんありがとう俺も俺も決してもう話はしないよああよう子は黒い瞳にこびをさえ浮かべて自分を見つめている。 この血の花びらのような赤い唇がわなわなと震えながら近づいてくる「ああ俺は幸せだ」。